20代僕たちに月曜日は来るのか。こんばんは。こんばんは。元20代でございます。はい。今日はそれ何ですか。今日はですね、3連休ですよ、7月の。そうね。はい、マイクつけてないって。本当だ。4月の初めての3連休ですので、僕はもうあれですよ。どれ。3連休の夏休み、うん、僕はあの今、うん、こうやってあの半ズボンですよ ね、 そうね、はい、完全ななんかもう無敵みたいな感じ。完全な夏スタイルです。俺はもう勝ってるみたいな感じ。そう、あ、私はいつもの司会者。司会者でございます。よろしくお願いします。放送20代です。はい、ということで次はです、葵です。はい、お願いします。まあ、放送20代というのは何かと言いますと、はい、まあ、20代ってどんなやつらやというのをですね、うん、まあ、いろんなゲストを呼びながら、あ、そんなやつもいるのねっていうのを皆さんにちょっとお見せするというようなコーナーになっております。そうですね、はい、2時間ぶっ通しでやるんですが、まあ、皆さん の、 あのお便りとかももらいながら進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではゲストに来てもらいましょうか。はい、こんにちは。あ、ていうかもうあのこれで こちらに入っていただければ。あ、ごめんなさいね。そうですよね。なります。何さんですか。カホ。カホさん。はい、カホです。はじめまして。これあの一部の人たちは湧いてると思いますよ。カホじゃんってなってると思いますけど、ね。どういうことですか。あの、いや、同じ団体にあの長くいたんで、あの、これつければいいんですか。うん、はい。フォーラという、高校生に大学生が進路の授業をするみたいなところで。ああ、なんか聞いたね。うん、そう、ここについてるじゃないですか。僕もずっとやってるんだけど。はい。ああ、そうよそうよ。ね、あ、ずっと俺つけてるけど、そう、フォーラです。ついてるなと思って見たんですよ。これ F なんだ。はい、ORO まではね、分かったんだけど。あ、そうね。ここがちょっと。そう。で、俺はまず ORO だと思ってた。ああ、うん。フォロー。はい。おしゃれさをちょっとね、はい、優先させたからここについては。はい、僕はあので、はい、まあ、一緒に頑張ってた中ですよ。はい、でそこからあのちょっと海外に留学していたと。長らくどれぐらい行ってたんだっけ。9ヶ月1年弱、ね、おお、結構アメリカ。アメリカにすごい心理学と飛行機を勉強しに行ってます。飛行機と心理学ね。おおみたいな。そうですよ、ね、感じよね。はい、僕飛行機と心理学で思いついたのはあの飛行機乗りが、うん、あのよく落ちる現象なんですけど、こうやってあの下を見たくて、うん、あの飛行機ってこうやって上げるんですけど、うん、下を見たくて下げちゃうダックなんとか現象っていうのがあるんですけど、あ、それがあるんですよ。あの水面を見たくて、はいはい、水面に対してこう行きたいんだけど、まあ、水面を見たいからこうやっちゃってこうなるっていう、でこうなるっていう、あの低層したらそうなるやろって そうそう思うけど、まあ、本人も見ちゃうんですよ。そういうのしか僕知らないです。いや、まあ、もう近いです。なんかパイロットが起こすこうエラーとかヒューマンファクターみたいなことをやりたくって行ったんですけど、そこやりました。この名前は ならなかったですけど、そんなことは。すごい、それだけ勝ったじゃん。やった。どうしよう、1年勉強したの。ダックなんとか現象、うん、もうふわっとしてるけど、あ、はい、とりあえずちょっと今日どういう流れになるかという話をしていきますが、はい、まずですね、自分にタイトルつけるならというコーナーで、あの、まあ、そのままですよ。自分にタイトルつけるならこんな感じかなっていう話をします。ゲストがどういう人なのかっていうものを紹介していただきます、はい、から入りまして、世界を良くするグッドメニュー、はい、まあ、これ食えばなんとかなると、はい、1日なんとかなる、あるいは1週間なんとかなるやつもあるかもしれませんがっていうものですね。でその次ぐらいにですね、この朝読みニュースをやりますと、まあ、これは浅く朝刊を読んで何か言うというコーナーですね、はい、そうです。普段新聞読まないんです。いや、俺も読まないから。僕らもあの1週間に1回ここだけしか読まないんですけど、日曜日ってあの若干違う特集を組まれているせいで、ね、ちょっと楽しいですよね、うん、そう、若干あのニュースの硬派なニュースが書いてなかったり、うん、そう、ふわっとしてたりするね。はい、で、日明けの1分ロイヤルランブルという結構きつい、はい、ハイレベルな戦いですよ。見ました、先週の大変装で戦い、そこにあなたも参戦していただくことになります。はい、はい、たくさんの、まあ、コーナーを、まあ、すごい短く切って、はい、い
分間だけでやっていくという。僕のおすすめはウィキペディア乱読とゲストの苦痛の紹介です、ね、はい、ということでございます。はい、いや俺この前あの謎々を2人で解けた注意が足りないってやつね。そう、はいはい、あれは来たってなったね。なりましたね、はい、ということで、次が、本草わらしべということで、はい、まあ、ずっとパスされてきている、はい、まあ、品物ですね。品々を、はい、で、まあ、今回何を渡して何を持ち帰るのかというところを、はいはい、ゲスト同士のこのコミュニケーションみたいなものを直接会ってないけど、まあ、繋がっているんだぞ。でもそれがそうですよね、やっぱ地球ですよね。はい、でですね、あの最後の方ですが、この本草トークというのをやっております。はい、でここで皆さんにあの質問と、あ、質問じゃねえや、アンケートを募集しておりまして、はい、ツイッターの方でアンケートを募集しているほか、あの、はい、メールの方でもいただけますし、 honsou@dmcr.tv、はい、honsou@demokura.tv、はい、でこちらの方にあのいただければ僕たちが直ちに、はい、できるだけ直ちに、できるだけ可及的速やかにお話したいなと思っております。はい、ね、はいはい、でツイッターの方は@honsou20 です。はいはい、こちらの方で、4択の方のアンケートを取ってまして、うん、で、本草トークのお題が、はい、出していきましょうか。まあ、僕らが、まあ、考えたというか、はい、まあ、それぞれちょっと話したいなと思ったものなんですけどね。はい、はい、この4つでございます。この4つでございます。1つ目からいきますか。海外行くと何が変わるの？はい、まあ、せっかくね来てくれたから僕がこれちょっと出したんですけど、はい、まあね、だいたいみんなこう行く時には海外に行ってこれができるに違いないみたいな夢をね膨らませるわけですわ。ただこう帰ってきた時にうーんとみたいな時もあれば、いやでもこれはあったっていう風に言える人もいるんだと思うんで、ちょっとまあ帰りたてのあなたにちょっと聞きたいなって。はい、行かれてましたよね結構海外。いや、そうよそうよ、だから俺もその話をちょっと、ね、一緒にできるかなと。あれどこ行ったの？あ、まあ、いや、その話いろいろ行った俺も。なるほど、はい、なんか旅行してるイメージ。そうなんですよ。はい、次行きましょう。はい、な、説得して、ほう、甘エビと節足動物の違い。はい、私です。はい、いや、なんか大好きなんですね、甘エビ。甘エビ好き、好きだったんですよ。だった、まあ、今も好きなんですけど、はいはいはい、ちょっとこう一時期気づいてしまって、ある時に、おう、なんか、あら、あれ虫じゃん。いや、そうなんだよね、見た目もプリプリ感も。私はプリプリ感がいいと思ってたんですよ、やつの。そうや、したら私の嫌いなやつはの理由はプリプリ感だったんですよ。はいはい、やつの虫のプリプリ感が嫌いだったんですね。同じく虫じゃんってなって、あ、食べれないってなっております。助けてください。これは助けるべきよ。僕たちがこれを説得するんですそう、説得して私を無事お寿司屋さんでまた甘エビが、うん、食べれるように、食べれるように、はいはい、頑張りましょう。お願いします。はい、次、はい、今までの将来の夢の変遷を語ろう。あ、はい、これも私ですね。はい、いや、なんか今私まだ将来未定の人間で、今大学4年生で周りもほぼ決まってて将来が、うんうん、そうなってくるね。そうですね。ただ私妊娠を考えているので、はいはい、まだ決まっていないと、うん、で最近すごい、妊娠先がね、先が決まってないですね、うん、どの試験も始まってないんでまだ、うんうん、まあそれはそうですねでちょっとまあきついなっていうか、まあ、うん、そんな感じで将来をよく考えるんですけど最近、うん、だったら、あ、将来の今の夢じゃなくて、うん、こう小さな頃 の、 あのものすごい爆発的なギャグみたいな夢から語っていく自分を、自分史を、夢の変遷史、はいはいはい、大冒険じゃないかなと思って。いいね、いや、 でしょう、やったことないけどね、なんかその人となりが見えてきそうだなと思ってやりたいなと思って。いい、はい、じゃあ行きましょう。ナイーブな解雇主義ってどうなの？はい、これ僕ですね、ええ、あのちょっと4つの中で1個だけなんかやたらあれなんですけど、うん、そうね、あれねよ、シンプルに言うと、うん、東京とかって、うん、てかまあ別にそもそも資本主義ですから、うん、なんかこう新たにものを開発していくか、うん、はい、いや、この昔のやつがいいんだよっていう、はい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 、パターンじゃないですか。例えば都市とかも、うん、新たにビルをドーン建てるか、うん、いや、このやつを残すんだみたいな、うん、二択じゃないですか。なんか昔のものがむしろいいみたいなタイミングもあるしね。そうそうそう、で、うん、でそれでその昔のことを語る人が結構多いと思うんですけど、うん、それがあまりにも
ナイーブすぎるんじゃないかっていう気がしてて、いやなんかバカっぽいの、いやバカっぽいじゃなくて、あまりにも素朴すぎる気がしていて、とりあえずあれがいいじゃんって言ってるってこととか、いやなんか今の、今のなんかこうすさんだ消費社会に比べて、なんかあの時は趣があったみたいな、はいはいはい、それを取り戻そうみたいな、本当かいみたいなことを喋りたいっていう、はい、結構なやつでしたが、この4つの中から皆さんに選んでいただき、まあ、時間の許す限り喋るという感じになっております。ぜひ投票、はい、お願いします。ツイッターの方で投票しております。はい、はい、お便りの方も、あ、はい、そちらでも大丈夫です、はい、ぜひともお便りの方をいただいてほしい、最近メールが来る、そうね、悲しい、欲しいんですよ、はい、何でもいいですからね、本当に、本当に何でもいい、だから、はい、もう文句とかでもいいわけだし、文句とかもいいし、うん、わさびってなんで辛いんですかみたいな、あもはやね、そうちゃんとそれ答えるからね俺らね、そう割り込みでしますか、うん、そう、あだから実はそれで勝たなくても、あの順位で、あそうですね、うん、あのこういう抜け道で自分の質問を飛ばしてくると僕たちは答えざるを得ないっていう、そうね、そういうルールなんで、今出た4つより強いんですね、ツイッターの方、そうそうそう、あ負けてるんだもん、はい、そうもう負けてる、任せてくださいということで、はい、やってまいりましょうか。最初のコーナーはこちらになります。自分にタイトルつけるなら、イエーイ、はい、さて、つけました、つけてくださいよ、考えてきました、阪神パラレルワールドです。どういう意味ですか。阪神だけ、阪神だけパラレルワールドで生きてるなと思っていて、いやなんか噛み合わないんですよね、周りと趣味とか、はいはい、感動するポイントとか、うん、感性が噛み合わなくてですね、うん、なんか例えば、なんだろうな、なんか私高校中高演劇やってたんですけど、みんなこう舞台の後って泣くんですよ、号泣するんですよ、ああよかったねみたいな、頑張ったねみたいな、あるあるですね、笑顔、あ、うん、楽しかったねって言って頑張ったねみんなって、かけらも出てこないですね、枯渇してんのかなってすごい悩んでた時期もあって、いやなんでなんだろうと思うんですけど、なんかそういうこと多々あって、それだけじゃなくって、なんかこう周りと感性が合わなくて、こう隣号泣してる映画でしらっとしてたり、隣笑ってる映画で号泣してたり、私モアナで泣いたんですよ。モアナ知ってますか。なんだっけ、あのディズニーの、あの砂浜の描写がやたら綺麗な最近のピクサーの映画ですね。あ、見たことない、号泣して泣くポイントあんまないんですけど、まあ、なんかずれてるなとすごい思うのと、まあ、あと特に留学行ったじゃないですか、はい、出国するとき特に何も感じず、うん、初めて入国して新しい住むお家に着いて、うん、あここ私多分5年前ぐらいから住んでるわってすっごい思って、あぐらいフィットしたんだ。なんかフィットしたんですね。なるほど、いい家ですね。いい家だよ、そりゃ。家がいい家ね。ねえ、いやなんかもうなんかフィットしたからちょっとランニング行ってくるわみたいな。二歩どきもせずランニングに行き。直。そう、直ランニング、ちょっと街見てくるわみたいな感じで行き、まあ、そのまま私はもうこんなオハイオにいたんですけど、オハイオの地に5、6年はいたんじゃないかみたいな感じのこう安定感のまま過ごし、カルチャーショックも一個もなく、そのまま帰国時は、悲しむかと思いきやまた涙は出ず、うん、イエーイじゃあねみたいな感じでバイ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 みたいな、うん、帰国し、帰国した時も涙は出ず、うん、ああうん日本みたいな、うん、成田羽田みたいな、地味やな意外とみたいな、まあ地味やな、そう、ね、で家帰ってもああうん私ここ5年、いや何もう20年ぐらい住んでるし、まあ、当たり前だよねみたいな、知ってるわ全部みたいな、なんか無感動なんですよね。適応能力の良さですね。なのかね、これね。いい言葉で言えばそうなのかもしれないんですけど、まあ、なんかとにかくずれてるなってよく感じていて、うん、まあ、多分分かんない、感じたことあるかもしれないですけど、私とよく一緒に仕事をしていたので、あのすごいこう爆笑してしまうのよね、こっち側が。自分はこれ別に面白いこと何も言ってないよみたいなこと言ってるんだけど、もう強烈な何か強いボケをかましたように見えるわけ。でも小池さんも間が合うんですね。みたいな。うん、なるほど。ああそれ面白いんだ、うん、みたいな感じなんよね。そうそうそう。まあだからそれでパラレルワールドの住人なのかなと。うん、だけど半分はそれをこう客観的に見ているので自分で、はい、やばいと、はいはい、あの初めて会った人にはそれはまずいっていうのも分かっていて、こう
空気読まなきゃみたいな、うん、でやたらと空気読めるんですね。だから私多分人以上に読めるんですね。ずれてるからこそ読めるんです。そうそうそう、読みに行こうというつもりがあるわけだよね。そうですね。だから半身はこの現世にも身を置いてるのかなと思って、うん、まあ、半身パラレルそれストレスフルじゃないですか。いや別に行ったり来たりっていうことですね。あ、じゃあいいんじゃないですか、うん、大抵の人間はその空気読んでしまうのに困りますからね。あ、そうかもね。読みに失敗した時にすごいストレス感じますね。ああ未熟者だ読み切れない読み切れなかったこの人ここまでのテンションじゃなかったんです。すごい将棋の人じゃない限り読み切れなかったで、あのなかなか言わないですね。はい、そんな感じです。詰め切れなかった、うん、そうですね。たまに最近よく帰国してからよく後悔します。なんか甘くなったみたいな読みが。ああ、日本にいた時の方が良かった、まあ、鋭敏に戦わなきゃいけなかったのか。日本は読み精度を試されますよね。そうですね、うん、アメリカでは試されなかったので、うん、まあ、言葉にしてくれるタイプの ね、ちょっと鈍りました、うん、能力が。ずっとじゃあリハビリしないとですね、うん、いや、まさにリハビリなわけでしょ。この今2ヶ月ぐらい経ってリハビリ中で、うん、はいはい、がっつり失敗してますね。あ、失敗してんだ。失敗してるんだ。やばい、言い過ぎたとかありますね。後日反省、一人反省してます。はい、え、杉谷はそういう人な、そういうことなさそうだね。でもね、あんまりないかな。大変いいね。うん、いや、まあ、いや、反省するときはあるよ、もちろん。うん、ミスったときはミスったけど、うん、え、でもあれでしょ、基本的に喋ってたらそんなにはずれないってことでしょ。うん、そんなに人をこうブチギレさせるとかはないし、まあブチギレさせることはないですけど私もさせてないですよ。あ、ごめんなさいごめんなさい、あなたがそうなずれてずれてずれ、うん、ずれてボケになるとかないんでしょ。なさそうだけど。あ、そうね、感じたこと、うん、頑張ってボケにしてるから、ボケにするときはやっぱり本気だから頑張っちゃうんだ。そうね、あなた割とそういうこともあるぞって。そうです、僕もこっち側の人間だなと思って、僕はさっきから、うん、さっきからすみませんね、あの左ピアスが、うん、あの飛行機の形なんです。ああ、はいはいはい、よく気づかれましたね。ズームしてもらっていいですか。そうです、あのさっき飛行機の、はい、飛行機と心理学の話って言って映った、そう映った。で、なんか、うん、あのその時は気づかなかったんですけど、その時気づいてればよかったなって僕はさっき思ってたんですけど、うん、そこにばっか気になっちゃってて、すみませんでした。いや、いい、素晴らしい。飛行機好きなんだな、はい、詰め切れなかったあのタイミングで読み切れなかったってこと。いや、触れてもらって嬉しいちなみに右なくして、右なくしてよかった、ね、何か理由があるんで、僕にいたら一生気づかなかった。あ、そうね、そうね俺多分そういうの気づかない。誰も気づかずに終わってました、よかったです、よかったです、ありがとうございます。そうか、で、そのさ、あの、もともと心理学が好き、はい、でかつあの飛行機が好きっていうのがあって、うんうんうん、それをうまくつなぎ合わせて仕事にしたい、うん、研究にしたいみたいなこと言ってて、はいはいはい、それ通りのなんか行き先は、あ、結構違くって、うんうん、やってみたらあんま面白くこういうこと言っていいのかな。面白くなくて、いい、私にとっては面白くなくて、ああ面白くないっていうか、うん、研究し尽くされてる感と工学のやつらに取られてる感がすごくあって、あのエリアって心理学ではあるんですけど、うん、工学とのコラボレーションみたいなところなんで、うん、そうですね、で工学の人にがメインで作業をしてアドバイザーとして入る的な、うん、こうふわっとした感じで心理が関わってるってことを実際に学んで分かって、うん、いや、アドバイザーは嫌だなと思って、もうちょっとがっつりやりたいなと思ったのと、自分の主体的なものをね、うん、なるほどなるほど、そうなんですね、そうですね、でも行ってみないと分かんないです ね、 そうですね、それはね。で、あとなんかパイロットの卵みたいな子たちと授業を一緒に受けてたんですけど、うん、はいはい、気が合わない。ああ、そう、筋肉、うん、筋肉プロテインみたいな子、頭いいんですけど、工学部の子だったりするんで、でもこう、あ、将来パイロットになること合わないってことは、うん、パイロットとも合わないかもしれないと思って。え、それさ、アメリカだからってとこない？ あると思います。なんかさ、 あっちの方の工学歴の、うん、本当にできる人って、うん、マッチョじゃん。いや、マッチョだね。だよね。そういうマッチョだ。マジでマッチョ。別にさ、東京大学さ、全部ひょろひょろ。時々いるよ。あの、御殿下で。マジ、もやししかいないから。うん、いや、基本的にあの BMI は20いってませんみたいな。いや、もう俺はあの18.5 が切れないせいで治験に行けないっていう、うん、そういう戦いしてるから、うん、いや、鍛えますね彼らは。いや、そうね、いや、だから、まあ、それもあるかもしれないですね。日本だったら割と
なのかもしれんけどね。かもしれない。うん、あと純粋に心理学の授業の方が楽しかったって、それが一番なんですけど、なんか体内時計の授業とか受けて、うん、だいぶ面白くって。体内時計。体内時計。うん、あの外日時計、はい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 、外日周期、ホメオスタシスとかいうやつやね。ああれはあれ一定って意味じゃなかったですか。ホメオスタシスは一定って意味ですよ。恒常性って意味ですね。脱ホメオスタシス的な感じで始まった学問なんですけど、はいはいはい、結構日本の科学者、生物学者も活躍してる分野で、うん、なんか人間もちょっとずれてんだよね。1時間ぐらいずれてる。25時間ぐらい、はいはい、そういうことよね。なんかそのなんだろう、朝の方が痛みを感じないとか、はあはあ、だから手術をするならどのタイミングがいいとかもあるみたいで、あとその体の中のそのちょっとなんで勉強したのにあんま出てこないのかびっくりしてるんですけど、うん、まあ、体の中のこうあるやつらは、うん、こうどの時間が元気だから、はいはい、やつらを殺すにはこの時間で手術した方がいいとか、まあ、そういうのがあるらしくて、癌とか、そうですね、まさに、なんかそういうのも面白いし、ね、それって結構脳神経とかの話でもあったりするんで、うん、今結構ニューロサイエンスとかの方で大学院考えてて、うん、なるほどね、コグニティブニューロサイエンス。ニューロサイエンスだとどこが強いんですか。一番強いのはスタンフォードで、うん、2番目が UCL とかですかね。日本は東大じゃないですか、やっぱり。わかんないって言っても別にないない学問もあるからね、うちとか。はどうなんですか、そもそもそんなに神経性ん神経認知神経科学か、日本語で、うんうんうん、で学問がそんなにない気がしてて、心理学と神経学の融合の学問なんですけど、そこ、うん、融合されないんですよね。っていうのも多分心理が文系なんですよ、日本と。で、ね、で神経学は理系で、うん、でもアメリカとか、ね、そうですね、で他の大学だと心理も理系に入るんで融合しやすさはあるのかなと思って、うんうん、なるほどね、日本だと融合しにくいみたいな、なかなか少なくとも学部レベルではないです、ね、心領域創生にあるかないかですね。なるほどね、確かに。まあそんな感じで、そこら辺が強い。アメリカが今迷いつつってことよね、まさに、うん、もう日本に戻らずにまた海外で戦っていく可能性ももうありますね。ね、受けますね、イギリスは。ああ、日本も受けます。受かればどこでも、ああ勉強できればどこでもという感じですけど、うん、そうか。なんかちょっと話ずれちゃうんですけど、はいはい、体内時計が25時間で、うん、っていう話がこうなんか星の継ぐものっていう小説、 SF 小説で話になってて、まあ、この星を継ぐものっていうのはなんか太陽系にもう一個地球に似た惑星があったんですけど、それがなくなっちゃったって、だからなんか新しいっていうことがなんかこう推理的に明らかになっていくっていう話なんですけど、そこから生まれたから人間、そこから生まれたから25時間なんだ説っていうのを言って、ちょっと面白いんです。それを思い出しました。なるほど、面白いですね。読んでみたい。読むものですか、これ。読むものですか。本で、漫画もありますけど、漫画もすごいしっかり本書いてますけど、でもまあ本の方がいいかな、安いし。面白そう。いや、 SF 好きですか。 SF 好きですよ。私もだいぶ好きです。どういうのが好きですか。本というか映画で楽しむことが多いですけど、いいすね、最近なんか私始まりがマトリックスで、はい、大好きで3部全部家に DVD あるんです。僕もあります。あ、そう僕も大好きです。大好き。あなたたち気が合いますね今日ね。マトリックスはすごいよあれ。いやごめん、1個目しか見てない。あ、1個目しか見てない。でも1個目が一番面白いかな。2と3はファンムービーだな。なんかもうマシーン対マシーンみたいな、すごい少年が好きそうな感じになりません？うん、そう。1はちゃんと哲学とかあるんだけど、そうそうそう、2と3に関してはまああんだけど、うん、1ほどではないのと、ね、あの最強対最強みたいになっちゃうんですけど、あのね、楽しみ方がわからない。わからない人には全くわからない楽しみ。俺を置いていかないで。あ、そう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 。あの、不死身 VS 無限みたいな、あのバトルをしだしても、そう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 、あの、普通常の人間には理解できない。きついね、それね。うん、きついです。インターステラーとか最近、あれですけど。見ましたね。いいっすよね。いいっすね。僕、インターステラーは違うんですよね。あら。違うんですか。うん、本当ですか。僕はあの主人公の男の宇宙飛行士の人が、うん、あのなんか、娘、うん、が最後待ってるじゃないですか、うん、あれが気に食わないんです。あ、待つなってこと。え、違う、裏、いや何年ほったらかしにしたと思ってるんだと。確かにね、普通待たないですね。普通待たない、うん、確かに
もうちょっと乾いたリアクションになるし、うん、それでいて何ですかまた宇宙行くんですかあのお父さんふざけんじゃねえと確かにそうですね思いました。なるほど、そこを許せなかった、ね、そこが許せなかった。あのそれを許してこう泣ける人もいれば、僕は許せなかった、もうねダメだよって思うなるほど、うん、あとなんだっけあの夢のやつ、夢でどんどん潜っていく、あのインセプション、はい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 、インセプションみたいな、あれも面白かったです、ね、あれ面白いですね。SF トークと化してしまいましたが、はい、なんかあのよく聞かれると思うけど、日本に戻ってきて最初に食べてと思ったものみたいなのってある？寿司あっちに寿司ないの？ありますが、フェイク寿司、あフェイク寿司、まあね、あなんとかロール、あカルフォニアロールみたいな、酢飯じゃないとか、はいはいはい、米パサパサとか、うん、私結構満足してたんですけどね、それ友達の日本人は文句ったらこんなのフェイクだと、うん、私意外とこれはこれでいけんだけどなと、カルフォルニアロール僕意外といける人です、うん、あれはねもう新ジャンルを生んでる感じがするから、うんうん、そうあれはなんかもう違う料理っていうか、うん、いやてか完全に新しい一歩が、うんね、新しい一歩だから、うん、いやだから寿司を作りましたよって言われると、いやそれは寿司じゃねえって言っちゃうけど、うん、カリフォルニアロールですって言われると、おそれはいいじゃないみたいな、なんかあの、うん、新領域創生してるなって思う。そうね、はい、はい、じゃあその流れでこの世界を良くするグッドメニューを言ってみましょうか。はい、はい、僕このコーナー意外と好きで、いや私あれなんですよね、好きな食べ物とか、いやなんかステーキなんですけど、好きな食べ物はステーキ、あ牛肉って答えるんですよ、好きな食べ物聞かれると、はいはいはい、なんかそれぐらい あんまり こだわりがなくて、はい、何牛が好きとかもないし、どこのお店のステーキが好きとかもないし、うん、すっごい困ったんですよね、あそうアメリカ人が、なんだっけ、アメリカ人男性が、はい、一番あの彼女に家で作ってほしい料理は1位ステーキらしいです彼女サイドのね、その、それは料理じゃないだろう、うん、焼けばいいじゃん、そう、うん、それ肉の質の話をしてるんだって確かに、そうそうそう、まあそんなんですけど、まあそんな私でも、まあ一個これかなっていうのはあって、それ銀座天竜ってところの餃子なんですけど、私もさっき 夜ご飯食べてきたばっかなんですけど、あそう、じゃあもうその、よく食べるんですね、それはだいぶ美味しいです。銀座天竜、銀座にあるんですか、話をしてくれそうね、こううまいんじゃんみたいな、いやだがしかしさっき言ったように私あんまり食に興味がないので全般好きなんですけど、うん、食べることは好きなんですけど、はいはい、これが好きとかはないんであんま熱く語れるか分かんないんですけど、ね、でもさ、うまいまずいはあるわけでしょ。ありますね、うん、自分が作った料理はまずかったアメリカで、なるほどまあ、ね、難しいからね、使えるものも限られてくるし、餃子高くない？あ本当ですか、え、それ大きいんですよ、すっごい、なるほど、でかいんだ。すごい、ね、映ってますよ。これぐらい？ちょっと待って、これね、スケールバーがないから分かんないけど。でもえ結構これだと20センチぐらいあるよ。うん、ありますあります。それが1匹え、この大きさ？この長さ？あ、ありがちょっとくるんってなってる感じ。ああ、ギュッと上がってる感じ。だいぶ大きくて。この写真意外。あの普通の餃子 2.5 倍ぐらいだと思います。うわーでかー、で8個も食べれるかな、だいぶお腹いっぱいになりますね。もう他何もいらないですね、これ食べたら。なんか皮がすっごいもちもちしてて美味しいんですよ。なるほど、もう皮もちもちしすぎて閉じきれないんですよね、こうくっついてくれないんですよ、皮同士が。すぐこうペロンってなっちゃうんですけど、中身出てきちゃうんですけど、でも美味しいです、ね、餃子って薄皮派とあもちもち派があるじゃないですか。どうですか、薄皮派ですか、ね、あじゃあダメですかね。ダメ、僕もちもち派ですよ。じゃあ好きかもしれないです。あなたどうすんの、もう今日できる感じ二人ね、すごい、ね、そういうスピードでこう合意がすごいけど確かに、いや美味しいです。へでもほっと混んでて、このお店らしくって、私行ったことないんですけど、このお店、うん、お店は行ったことないです。お店親がいつも買ってくるんですよ。あなるほど。でなんか皆さんあんま知らないみたいなんですけど、ここはテイクアウトができるので、電話で事前予約をして餃子取りに行きますって言ったらすぐ出ます。無敵やね。でこうみんながすごい並んでる中さっそうと自宅で食べれるので、おすすめ。あいつみたいになるよねみんなね、チートかみたいになるんですけど、いや全然チートじゃない、正規ルートです。そうね、はい、焼き餃子お土産売ってますよ。
1150円。じゃあ全然本当にこれ一品でお腹いっぱいになるんで高くないですね。20個分ですよね。 2.5 倍って言ったらそうです、ね、8個で 2.5 倍って言ったら20個ですよ。そういうことよね、うん、餃子20個1200円、もう高いのか安いのか分からない。まあ俺本当に家 の、 お母さんが作る餃子が好きなのね、うん、なるほど、餃子なんか小さいあれから作ります？皮からですか？そのレベルからではないけど、皮じゃない、種から作る。あ、種からは作る、うんうん、いやそれが好きなので、いやなんか餃子の違いっていうのがね、いやうちのがうまいのではみたいな、わざわざ餃子食わねえなみたいな感じの外でね派閥なんですけど、いや宇都宮餃子とかもさ、やっぱり行くとまあ食べたくなるじゃない、うん、食べてみて、うん、まあでもうちでいいかなみたいになっちゃうのね。でもこれ多分家で食べる餃子と違うんで食べ許せると思います。なるほど、うん、いやむしろそういう意味ではもちもちを楽しめるかもしれないね、うん、いやべ食べてみたくなっちゃったな。ということでございます。いい、美味しいです、皆様ぜひ。何でしたっけ名前は？天竜ですね。銀座天竜です。はい、銀座にあ池袋東武店にあるのと、うん、空町にもあるのと、あと名古屋、ああじゃあ近くにもありますね。そうですね。であとメインのところは、うん、東京都中央区銀座 2-5-19 そこまでちゃんと言ってあげて、はい、美味しいです。クリッククリックしてみよう。クリック本店移転してみます。まあ大事な情報ですよね。そうですね、重要だけど。はい、はい、というわけでございます。ぜひ皆さんもよろしければよろしければお願いします。はい、では次行きましょうか。朝読みニュース。朝読みニュース、イエイ。はい、深読みするインターネットラジオは多々あれど多々あれど僕たちは一番浅く行くぞと。そうね、そうです、自分で言っちゃってるからね。それを、うん、地獄ですよ。深くは無限に深く折れますけど、ね、浅くって限界あるんで。そう、ね、すごいですよ、肉薄 しますよ。そういう戦いをしてるよね、あなたは本当に、うん、それを目指してやってるもんね。最近どんどん浅はかなこと言ってる。浅はかはまたちょっと違う気がするけども。墓が邪魔だった、うん、墓がちょっと浅はか、うん、僕これです。はい、早いな。セブンで生ビールS サイズ100円。あら、100円でビール飲めるっていうのはすごいんじゃないの。普通の缶ビールっていくらですか？普通のあんま知らないんですけど。いや、ちゃんとしたサイズだと200とか、うん、350で200とか、うん、198円過去税抜きとかですね。飲む人でした、あなたは。僕飲む人ですよ、まあまあ、まあ、飲まないから全然わかんないんだけど、うん、でもまず S サイズ100円って、はい、コーヒーと同じですよ、うん。でどれぐらいの大きさなわけ？わかんない。 S サイズとはね、ただ S サイズって言ってるだけでも 100ml ぐらいじゃない、うん、でも少ないんじゃない、うん、缶コーヒーぐらいで、うん、でも生ビールらしいですからね、うん、ちょっと待って、生さ全然わかんない、そもそも美味しいと思ってないせいで。あ、同じくですね、うん、ビールの美味しさはわからない。生ってのはお前火を通すか通さないかってことですか？なるほど、そういうことですね。うん、基本的には生とつくものは、そうですね、まあ、新鮮とかですかね。あ、生っていう。生ビールって、うん、まず缶ビールと瓶ビールがあるじゃないですか。あ、はい、で、ちょっと今僕はヤフー知恵袋を調べてるんですけど、いやいや、きっと誰か答えてくれると思うよ。生ビールと、うん、生ビールっていうのは樽、はい、樽からこう継いだビールが生ビールってやつなんですよ。はあ、はあ、で、何ですかね、出してるから新鮮、うん、はいはい、で新鮮なんですよ、はい、で缶ビールは普通の缶ビールだから、うん、いや缶ビールこうしたら生ビールかって言われると僕は違いがわからないんですけど、うん、まあでも生さが足りないぞと。そうですね、一回それやってるわけだから、うん、お前は違うぞと、うん、でっていうことだともう無理じゃない？でセブンで生ビールは提供できんの、うん、だから樽から、樽から、うん、
樽って言ってもあれよ、あの木の樽を想像してるでしょあなた。あ、そうよ。そうじゃなくてあの金属の、あー、あるあるある、変なか、うん、あまり変なこういう、うん、こういう刻みの、うんうん、ここ持ってこうやる、うん、あれ本当に重いやつ、ね、そう本当に重いやつ、うん、本当に重いやつ、うん、なんで金属製なんだって思うけど、うん、そうね、多分液体が重いから多分あそこが軽くなってもしょうがないんだ、うん、でこういってやってそれで出すってことでしょ、うん、だから多分生が達成できてるんだと思う。なるほどね。キリンビールと組んでるらしいですからね。なるほど、うん、はい、はい、一応な生についてはあの大丈夫です、はい、一応、まあ、それであの飲むようになるかというと全然だからといって美味しくはないんですよね、そう、あの知識じゃないですからね、食べ物は。そうですね、はい、なんか他にありました？僕も探そう、もう一個、なんかこうないんですかね、あんまりこうすごいビッグなニュースはなかったんですかね最近は。ビッグなニュースありすぎてじゃないですか。 ありすぎて総裁した感ありませんでした。あのオウム系と先週、あ、そう、ね、先週そうだったよね。先週盛りだくさんすぎて追消滅しませんでした。なるほど。あのここに、はい、私の平成14年と書いてあるんだけど、ほう、要は、あ、なんかこれシリーズもので多分あの、まあ、平成が終わってくるんで、うん、まあ、ちょくちょくこういうのをやっていきましょうと。なるほど。で皆さんから募集もしますよって言ってて、思い出募集っていうところと、まあ、募集し終わったやつを、はいはいはい、まあ、出してると。で、はいはい、8年終わっちゃったの、私8年に生まれたんですよ。いやでもここに平成5年もあるから、平成5年俺同じなのよ。僕も平成5だよね、うん、J リーグが生まれた年でしょ。あ、本当だ、そうなんだ、うん、細川内閣が発足しましたよとか、あ、米の話聞く、米緊急輸入の話、うん、皇太子の殿下がご結婚とか、揚げ物が初の外国人横綱へ、大型不況が深刻化、あ、ね、うん、ね、そういう失われた人たちですからね、そう失われてますね、はい、みたいなのがずらっとありますけど、今、まあ特に扱われているのがこの14年と。2002年っていうと、あれ2002年っていうと2001年の次の年だから、それはそうよ、911の次の年ですね。ああそうね、ユーロが現金流通開始って書いてある、はいはいはい、目いいね、あなた目いいよ、俺も相当目いいけど、ああそういうこと、うん、いやでもユーロか、ユーロ2002年、あいつなんか100年前からありますみたいな顔してるけど、いや顔はしてるね、消えてもおかしくないですね、そんな浅い歴史の、ね、バリトル爆弾テロ、どれだ、ごめんなさい、どれだっていう、あのすごい感想、うん、バリ島で爆弾ってどれだ、いくつかあったろうみたいな話ね、うん、あ、鈴木宗男逮捕、あ、まあみたいなのが、面白いですねその特集ね、面白いね、そろそろ終わるんですね平成、うん、あれいつだっけ、いや、そういうことよね、来年の4月、うん、末までして、来年の1月から3月は31年、4月1日からですか、じゃあ、ん、え、私5月1日だったもん、いつですか、5月ですか、5月だそうです、ってことは1月から4月の31年、え、ちょっとそれを教えて、それ調べれば出てきそう、平成31年、うん、一番出てきますよね、うん、平成31年で調べたら出てくるから、うん、あ、4月30日終了、はあ、はあ、なんでよ、いや、平成31年、え、ゴールデンウィークをいろんなところに使う、うん、あ、そのゴールデンウィーク中にいろいろ変えちゃうっていうことですか、あー、なるほど、4月とかって忙しい時期ですもんね、他のことで、まあまあね、確かに確かに、はいはいはい、確か、あの昭和天皇もすごい頑張らせたっていう説ありますからね、年末にやばくなったんですよあの人確か、あ、そうで、どうにかこうにか
なんかもう無理、なんかこう頑張ったっていう説がある。本当かっていう。頑張っていつまで？そう19、そう頑張ったんじゃないかっていう説がある。あ、私たちの生活が楽になるためにこう聞くのいいところです。そうか、そりゃ死んだ時に変わるの。そう、普通は。普通はだから交通事故とかになれば今すぐにでも変わるの、うん、そうやね。そう、謹慎ですが。そうです。それは SP とか SP だね。いや、そう、そう、いや、そうなりますけど、当然それはどうなんとかしてくれますけど、でもその人間って突然死ぬもんだから。そりゃそうですね。そう、予定できないっていう、うん、はあ、そりゃそうだね。うん、あ、ってなるとそりゃなんか霧のいいところで終わるのがむしろびっくりな話であってと。そうですよ、うん、確かに。そうだ、そうですね、生命単位の話だ、はい。何か他に、なんかですね、なくてですね、ミュージカル、劇団ネタで、劇団四季65周年、え、それ嘘かな、キャッツがどっちなんですかね、これ。キャッツが65周年なんですかね。いや、多分、四季が65周年だと思います。それちょっと見せましょうか。大々的に特集されてます、見開きで。キャッツの劇場は、最初に作ったやつではないんですよね、今あるのってね。そうなんだ。違いますよね。東京駅にあったんですか。すごい。なんかあの今すごい遠くないですか。そう、一回だけ見に行ったことありますけど、僕は一回も見に行ったことないですね。いいですよ。てか一回やったんですよ、私。やったとか言っていいのかな。なんか高校の演劇でミュージカル部入ってたんですけど、はいはいはい、やったんですよ。あれって著作権どうなってんだろうなと思いながらも、まあ、学校だから、学校だからいいんですかね。絶対ないし、うん、今日キャッツってマジで大変なんですよ。キャッツ菌がつくらしいですよ、俳優に。いや、キャッツってだから、まあ、キャッツ猫のポーズずっとしないといけないから、人間の普通の筋肉じゃなくて、うん、その猫用の筋肉がつく、うん、キャッツ菌みたいな感じしたでしょ今、ね、マッスル、キャッツマッスルがつく、うん、キャッツマッスル。それすごい面白いですね。私はさすがにつかなかったけど、高校生だったんで。この人たち1ヶ月とかやってますか。そうですね、何ヶ月もやってますか。ちなみに私7ヶ月でかけて練習したんですけ ど、 あ、ついたかもしれないですね、気づかないうちに。でもこうやってやってましたね、こうやってやるんですよ、踊る時やってました。懐かしい。すげえ大変らしいですよ。あなた好きだったよね、あれ。好きな人、宝塚ですね。好きな、あ、宝塚だ、そうだ。宝塚は最近見に行きました？いや、行きましたね。行きました。何見ました？ポーの一族ですか？ポーの一族は見てないです、残念ながら。アメリカにいました。あ、なるほど。あの赤い川は、あ、やっぱりなんだか、赤い川はなんとかみたいな原作漫画のものを、うん、なるほど。見ました。やってないです、見ました。あなた好きなもの多くていいね。そうですね、うん、お金かかるんですけどね。ちょっと好きなものを改めてちょっと。でもそう、心理学、飛行機、宝塚、うん、ミュージカル全般好きなんで、うん、ミュージカル、心理学、飛行機、ミュージカル、うん、宝塚は別ジャンルでも独立して好きですね、うん、なんだろう、あと。でもそんなもんじゃないですかね。まあそう、うん、ちょくちょく趣味は変わるけども。それなんかさ、うん、なんだろう、見るのが好きみたいな、うん、ものってどれぐらいある？見るのが好き。いや、なんか俺さ、自分がやるのが好きなものはたくさんあるの。漫才好き。あ、漫才だとかね、うん、なるほど、うん、そういうその俺がやりてえんだみたいな。あ、そういうことね。そういう人間なのね。やるというか見るというかってことですね、うん、あ、それで言ったらあなたもどっちかというと、まあ、やる人だからさ、うん、でも映画好きよ俺。あ、映画好きだし、うん、演劇見るし、うんうん、でそういう時にさ、その演劇を、まあ、今後の参考のために見ちゃうの俺、どっちかっていうと。あ、うん、なるほど。あの見たいから見るっていうよりは演者側の気持ちで見ちゃう、うん、参考に。作り手側の、うん、そうそうそう。でも僕も作り手側の目で見ますけど、まあ、それはそうだよね。特に映画とかなぜか作り手側の目で見ますけど、うんうん、あのそれは面白いですね。僕映画作んないんで、ね、そりゃそうです。なんか安心して見ていいんだけど、うん、本当は、うん、いやでも入っちゃうのあるよね。でもなんかあの、うん、よくどっかに映画秘宝とかに書いてありますけど、あの、うん、真のシネフィルは
カメラを撮っているカメラマンを追うらしいですよ。よく知らないですけど、意味が分からないですけど、日本語、うん、全然分からない、ま、だから普通にまずこう、映画オタクです、はいはい、シネフィル、うん、オタクとか言うと怒られるんだろうな、うん、画面をこう見るじゃないですか、映画って、映画の画面見て、ああ楽しいなっていうところで見るんですけど、そうではなくて、この画面の中に何が入ってて何が入っていないのかというものを監督は絶対デザインするから、そこを 見るのがオタクなんだ。見えないものを見える。そう、見えないものを見ようとするらしいですよ。想像してその奥にあるものを。そう、へえ。これは多分セットがここまでしかないからこうなってんだとか、そういう楽しみ方か。うん、逆にここがこうなってることによって、うん、今まであったやつが画面に映らないことによってこのシーンのこの2人のやつがすごいフォーカスされるとか、うんうん、そこまではあなたはしない。たまにする。たまにする。ものに、マトリックスはする。ああ、そう。てか好きな映画はする。ああ、そこまでやっちゃうわけだ。てか見すぎて。うん。もう。あなたこの前言ってたっけ、その2つ見るみたいな。ああ、画面を2つ出してる。同時並行ですか。うん。へえ。って言ってたね。いやもう頭をとち狂ってしまうじゃない。うん、見れちゃいますけどね、うん、見れちゃう。どっちも知らないと見れないけどね。1個だけ集中できないのは分かるかもしれない。集中できなくて2個なのか分かんないですけど、私 は速度早めます。あ、はいはいはい。テレビもだから生放送で見れなくて、テレビって録画したものを 1.3、1.5 で見るし、 YouTube だったら2倍にできるんで2倍で見るし、通常速度の会話は耐えられないですね、動画だと。僕日本のドラマの発話ってめちゃくちゃ遅いので、ほう、耐えきれないんですよ。で最近のアニメの発話も遅いから耐えきれないんですよ。だから僕もあそこら辺は2倍とかで見るんですよ。で2倍とかで見るといいのは、まず明らかに見終わる時間が早いんだけど、で弊害としてはおそらく作家が作り手が使いたかったであろう間が不明なんですよ。それはそうだ、うん、でまあね、持ってない時もあるんですけどね、忙しい、ドラマ現場とかすげえ忙しいから、ビャーって撮ってるから、ビャーって撮ったろっていう時たまにあるから、そういうのはね、あれなんだけど、はい、はい、逆にその宝塚はどんな風に見るみたいなのある？もうただのファンですね。かっこいい。もうなんだろう、物語もそうなんですけど、物語以上に個人を見に行ってる感じですね。ファン心理で、あの人かっこいい、あの人からウィンクもらったみたいな、そっちですね、メインは。まあ、宝塚はそうでしょうね、外国に出る時にもカラオケに行ったじゃないですか、一緒に行きましたね。何それ楽しそう。もういや、まあなんかカラオケ好きな割と団体だったので、いや今そんなに行かないんだけどね。行きたいとは思ってるんだけど、もうそれでその、まあ、この人が、まあ、送り出される日だったから、宝塚歌っていいよって言われて、普段敬遠されるんですけど、普段敬遠するわ、みんな知らないじゃないですか。今日いいからみたいな感じで、いくらでも行けっつって、歌わせていただきました。ノリノリで。いいね。いや質が高いの、しかも。ああ、やっぱやってたしね。私受けたんですよ、宝塚実は。ああ、受けたんですか。そうなんですよ。まあ、習ってたんで、ね、だからちょっと歌とダンスは、大変。なんだっけ、俺が一番好きなの、ファラオですか。ファラオ。それはファラオの娘だからっていう。なんですかそれ。アイーだったじゃないですか、ミュージカル、オペラの、はいはい、あれをミュージカル版にした王妃に捧ぐ歌っていうのがあって、それのアムネリス様の方の歌で、こうどうしてアダメスが手に入らない、私は王の娘なのにみたいな、ファラオの娘だぞみたいな、今まで何でも手に入ってきたのに、ありえない、で結論、ありえないからそんなわけはないって終わったんですけど、その歌です。すごいドハマにされて、ありがたいこと、面白かったんだ。いや、歌ってるあなたが面白かったし、歌詞も良かった、歌詞も面白かったんだ、そう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 、なるほど、すごい歌ですよね、すごい、僕もすごい歌だろうなって思う、面白いです、ありえないっていうもんね、そうそう、その、一旦ショック受けてて、でも、あれ？ありえなくない？って途中で冷静になるんですよ、曲調も。そう、冷静って何？みたいな感じだけど、やつにとっての冷静なんだよね、それはね。なるほど、
怖いわ。ありえないわってなって終わる、うん、あ、ちょっと待って、冷静に考えてみと、うん、ありえないな、うん、そうそうそう、いや、ありえない、でも私何でも持ってるんだよみたいな、ね、なんだそうそうそうなんだすげえ嘘かみたいな余裕ないね、こうパンに殺されるな多分、いやいやいや、でもそういう話、意味内容は間違ってないでしょ、まあまあまあそんな感じですね、うん、なるほど、まあ、結局ありえなくなかったんですけどね、アイダのことが好きだった、まあ、それはそうだろうけど、うん、ありえないで終わったらそれこそありえない、うん、びっくりよね、やっぱそうだったみたいな、びっくりびっくり、ただのバカップルですね、うん、それは、うん、そう、それただのバカップル、うん、ちょっと話が戻って、あのどっちかっていうと最初の自己紹介部分になってしまうんですけど、申し訳ないです、あのいやいやいや、その話をちょっと、はい、え、今さどういうことを日常やってるの、何で忙しくしてるの、あ、なんか心が忙しいですね、うん、体というよりも、はい、なんか決まってないのでざわついてて心が、うん、周りも決まってきて遊びも誘われるし、はいはい、私先週誕生日だったんで、うん、先週、ね、今週おめでとうございます、結構近くだよね、うん、11日セブンイレブンなんですけど、お、うん、あ、セブンイレブンの日、なるほど、なんかくれたらいいのにね、セブンイレブン側も、ね、なんか友達の情報によると、うん、リューチェルって言うじゃないですか、はいはい、リューチェルってペコちゃんの子供と同い年じゃないや、同じ誕生日らしくて、生まれたらしいです今年、どうでもいいんですけど、うん、どうしようもない、ちなみに言うと僕のバイト先の、うん、あの人もセブンイレブンの、まあ、どうしようもねえなリューチェルの方がまださあの意味があったよね知らない、本当に知らない、うん、いやでも僕の中でセブンイレブンの日っていうのはその人、その人の日だったね、分かった分かった、はい、話戻そう、なんだっけ、うん、セブンイレブン、いやいやいや、あ、そうだから誕生日のこともあって、まあなんかそのご飯も誘ってもらって、はいはい、行ったりもしたんですけど、うん、でも奴らは、奴らって言っちゃった、彼らは決まってると、将来が、うん、もうウハウハだといいとこ決まって、うんうんうん、私決まってないです、でそこでたまにこうさってなって、あ、決まってないのに帰って勉強しなきゃみたいな、あ、うん、そういうこと、そんな感じで、でもなんか申し込みが始まるのが10月末から11月なんですね、うん、時間はあるんですよまだ、海外だからか、そうですね、いや、あのそういうこと言うと、うん、フォーラに戻ってきてっていう一連の、心が忙しいんで高校生が入れない私の心の隙間にということで、申し訳ありません、終わったら、時間を、物理的な時間は何で埋まってるんですか、図書館、図書館で埋まってる、図書館が足りんです、なるほど、勉強ですね、勉強ですね、はいはい、統計とかやってますよ、あ、なるほど、いや必要なんだ統計やっぱり、そうですね、てかデータは扱うことですね、そう、心理学統計、イエーイって感じなんで、いや使いますね、とか脳みそのこととか、うん、覚えることがたくさんあって、あーあんのね、楽しそうはい、はい、はい、では気になってますね、うん、おー、あー、なんだっけ、あ、インターン話しましたね、うん、ちょっとその話しましょうか、うん、まさかの高校生が、そうらしいんですよ、聞いたんですけど友達に、私が直接知ってるわけではないんですけど、高校生がもう高校生からインターン始めてる子いるみたいで、うん、高校3年生からやってました、え、高校生からインターンするんだったらさ、大学行かなくてよくない、もはやね、そのままだって就職予備校でしょ、うん、確かに大学は就職予備校なんでしょ、うん、とも言えるよ、ならば、うん、高校3年生でインターンするならば、うん、4年間飛び級みたいなもんね、うん、そうだよね、もう就職じゃん、うんうん、どうなんですかね、いや楽しんでもいいと思うんだけどな人生と思ったんですけど、私は振り返ってみるとあんまり人生楽しんでなかったのであんまり言えないんですけど、うん、楽しそうでしたよ周りはみんな、うん、どういうこと楽しんでなかったって、いや、なんか悩んでて結構悩みがちな人生で、私今もざわついてるし、そうですね、暇な時間大体悩んでるんで、あ、まあ、楽しくないんですけど、いや、そういうもんよ、まあ、まあそうなんですかね、うん、みんな、え、悩まなくなりたい、うーん、そうは思わないんですけど、もうちょっとシンプルになんか結構堂々巡りしちゃうので、うん、いや、バカだなと思って、それはいや、俺は悩ん、どっちかというと悩んでいきたいと思ってて、本当ですか、自分で決めていきたいと、あ、いう気がする、まあ、楽しいですよね、悩みなんだかんだ言って、うん、ただ周りでバカみたいに騒いでる子も楽しそうじゃないですか、 そりゃそうか、うん、あそこまでバカみたいに楽しめたら楽だろうなってすっごい思う時もある、うん、なんかこう辛辣ね、分けた方がいいんでしょうね、分ける楽しむ日、 あ、うん、あとやっぱ切り替えの仕方、うん、大事ですよね、
まあ、切り替えられない時もありますよね。そうですね。てか、何、高3で高校3年生に でも年齢があるありますよね。働けないですよね、そんな高校1年からとかって。1からはでも働けるでしょ。だって、あ、そっか、義務じゃねえの。申し訳ないです、うん、そうだ、バイトはしてるもんね。そうですね、義務じゃねえんだ。っていうか、教育受けなくてもいいですもんね、もう。そうそうそう、うん、多分でも高3の受験終わってからなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、春休みの間に大阪とかで旅行行かずに企業にこもるんだと思うんですけど、うん、ちなみに PDCA 回すの習うんですよ、ね、そのカタカナの言葉を。怖いよね。かっけーってなるんですよ多分。 PDCA って何？プラン、プラン、ドゥ、ドゥ、 PDC、 チェック、チェック、アクション、アクション、アクション、ドゥとアクション何が違うの？一旦やってみるっていうのがドゥなわけよ。プランしてやってみた、うん、やってみるじゃん。で、チェックするじゃん。できたかどうかチェックするじゃん。で、修正してまたやるみたいな。 PDC、 多分そうかな。 D と A の違いがわからないね。うん、若干なんかそれ2回分じゃんみたいなね。うん、ドゥ、まあの方が軽いんですかね。うん、お試し。なるほど、うん、まあ、そういう言葉を覚えて、で、うん、でも楽しいんじゃないですか。なんかこう大人になった、大人になりたいじゃないですか、うん、高校3年生ってちょっと、なりたいね。なんかこう社会の人と一緒にやって、うん、こうかっこいいカタカナ言葉を習って、うん、デューガーとかタスクガーとかを言って、うん、こう嬉しいんですよ多分、うん、いいと思うそれは。でもあれだね、なんかこう昔はさ、うん、こうなんていうの、モラトリアムの期間がどんどん伸びてるって話になってたじゃん、うん、こう近代化とともにこうモラトリアムが長く伸びるもんなんだみたいになって、うん、逆言ってんだね、うん、なんかなんだろうね、新しい傾向だね、うん、いや、あの海外だとさ、その本当になんか後ろが長いっていうかさ、あの本当に就職するところまでで何回も別に行ったり来たりしてもいいし、うん、ああそうだね、うん、あの、ま、本当に働けるってところまでなんかインターン的にやってみて、うんうんうん、あ、やっぱり入社しようみたいなことまでをこう長めで緩めで作っていて、うんうん、でも日本はいや、もうきっちり決まっちゃってる、どっちかっていうと、うん、まあ、俺は決めませんでしたけども、うんうん、まあでもそういう意味ではさらに日本化したってことなのか。そうなんじゃないですか、うん、さらに日本化したんじゃない。だから、うん、あれですよ、社会学者がやっぱモラトリアムが伸びてるみたいな論調を2000年代ぐらい言ってたけど、うん、逆だと、うん、これからは逆なんじゃないの、うん、なんか私たちぐらいから多分 逆転始まってるんじゃないかなと思うんですけど、モラトリアムが長くなってとかいう論理は古くなってきてるかもしれませんね。かもしれない。いいね、それなんか気になるね、うん、そこから生まれる話面白そう、うん、うん、はい、はい、あ、これぐらいにしておいて一旦休憩に入りたいと思います。はい、皆さんぜひ今のうちにアンケート、はい、メールなど、はい、ツイッターもお願いしますということで、ま、今のところ6票です。はい、ぜひもっといただきたいな、はい、ということで休憩です。休憩です。何も見えない。
タレントがあってたんです。はい、そうです。いやいや大丈夫です。本当に20代でございます、はい。後半戦です。はい、今日はカホンに来てもらってます。こんにちは。はい。で、来ましたよ。はい。今週も戦いの時が来ました。はい。1分ロイヤルランブルでございます。はい。はい。はい、まずはこちらです。この6個の品々。うん。こいつらはあのテーマにしたいんですけど、僕たちとしては、うん、あまりにもテーマにするには弱すぎるやつらを、うん単独だよね、集めて林最上川でございます、はい、最上川大体、はい、謎謎タイムアタック、今週の大喜利、今週の人、ウィキペディア乱読、お題で高速お絵かき、ゲストの靴でございます、はい、この中でゲストにあれしていただきたいのが今週の人っていうのと、お題で高速お絵かきです、あとゲストの靴ですね。意外とゲストが活躍すると、うん、はい、はい、考えておいていただきたいと思います。準備大丈夫ですか？はい、ではまず謎謎タイムアタックからいきましょう。いきましょう。これは1分間で謎謎を未来解く、はい、かなり難しい、はい、本気で戦いましょう。はい、はい、それではいきます。世の中には表と裏が一緒に見れる不思議なものがあるという、それは一体何？スタート。うわ、そういう系が来た。うわ、出た。オープンクエスチョン、俺無理なんだよ。世の中には表と裏が一緒に見れる不思議なものあるという、ものあるという、 なぜかね。やべえ、ここで気にしちゃった。まずいじゃないの。これ打ち間違いですかね、うん、とかやってると時間がない。世の中には、表と裏が はい、これは僕はもう無理です。無理なの で, 無理なので、それは違うよっていう答えを用意しました。はい、お願いします。メビウスの輪でございます。見れるか。見れはしない、まあ、はい、それでは答えはこちらでした。野球のスコアボード。あー、え、無理できない。これオープンクエスチョンマジできつい。言葉遊びじゃないじゃないですか、別に。これきついよ。これはすごい、これはすごい。野球のミュージカルじゃない、演劇やってたじゃないですか。野球演劇やったじゃないですか。やってた。後ろにスコアボードあったじゃないですか。けどもけどもや、お前。次行きましょう。今週の大喜利、はい、はい、みんなで大喜利さするっていうだけの非常に簡単な、誰でもできる。簡単ですかね、大喜利って。いや、本当にきついよ。本当にこれきつい。はい、はい、何ですか。いきます。猫がギリギリ言えそうな人間の言葉を教えてください。スタート。キャッツの話したな。キャッツ、いや、マジで。はい、いいですか、僕から。はい、猫がギリギリ言えそうな人間の言葉を教えてください。ヤゴの孫焼いた。意味わかんない。
はい、次。ちょっと待って、強くないですか、それ。猫がギリギリ言えそうな人間の言葉を教えてください。隣でうなってるのを聞いて、恐喝に聞こえたので、いけるかなって。ゴラーそれですね。あー、でもそれも言いそう。あと、あの顔とね。猫がギリギリ言えそうな人間の言葉を、ちょっとすみません、携帯持ってきてください。教えてください。すみません、本当に書けなかったんですけど。はい。何も思いつかないですか。いや、こんな孫いや、いったちょっと、それがそれがダメだ。はい、すみません、はい。いや、もう本当に、いやしか書いてない、いやしか書いてないでも、まあ、はい、人間のこと、まあいいや、もう次いきまーす、はい、今週の人でございます。じゃあひどいよ、さすがに。いや、もう、いや、本当に大喜利、いや、苦手、もともとだけど、いや、今日はもうびっくりした。はい、今週の、はい、おすすめの人物を書いていただいて、その人の紹介をしていただくというコーナーです。その名前が分からず携帯を取りました。はい、いえ、え、その言葉って実存しない、実存しないです。よかった。ヤゴの孫、ヤゴってね、トンボの子供だよね。その孫って言う、孫はね、実在しないはずなんよね、現世に。多分一代だけだから、多分。いやですね。はい、ドクターのぶひろはぐら先生です。はあ、日本人です。何をしてる人ですか。心理学の研究をしている方で、心理学者なのか分からないんですけど、今までずっと UCL にいらっしゃって、今は日本で研究されてるみたいなんですけど、うん、なんかこの方が研究されてるものがものすごく面白くてですね、はいはい、なんか全然多分メインの研究ではないと思うんですけど、一個読んだ論文が、うん、なんかその実験として参加者にこうドットが動いてるから左右どっちに動いてるかを判断してくださいって、本当にすごい簡単なタスクをさせるんですけど、その時に右に動いてたら右にレバーを傾けてくださいっていうことなんですけど、この重さをちょっとずつ変えてって、右だけちょっとずつ重くしていくんですよ、本人が気づかないように。でそうすると本当は右に動いてるはずの点が人間左に近くして左に傾けるっていうことをどんどんしてくる。めんどくさいかな。そうなんですよ。でもそれってその意識には上がってないんですね、うん、その別に意識的に面倒くさいか左にしてるんではなくって、そう見え始めてしまうんですね。でなんかそういうふうにその脳自体がこう変えてしまう、無意識の部分で変えてしまう部分っていうのがものすごい面白いなと思って、うん、ドクター信弘、そうですね。なんかすごいこう意識的に頑張れば何でもできるやんってすごい言われるじゃないですか、精神論で、うん、まあ、でもなんかそうじゃないんじゃないのっていうのをこう結構提唱してるのかなと思って、だいぶ面白いなと思って。なるほど、私もこういう研究したいなってすごい思います。こう人間の根本からこう変えてやるみたいな、うん、次行きましょう。次行きましょう。ウィキペディア乱読のコーナーでございます、はい、僕が読んでいきますので、はい、スタート。はい、口腔アレルギー症候群、あるいは花粉食物アレルギー症候群とは、未調理の果物、生野菜、スパイス、ナッツ類によって引き起こされる食物アレルギーの一種である。最も一般的な症状は口や喉のかゆみで、それは食物が口に入った途端に始まる。口腔アレルギー症候群は花粉アレルギーを持っている人々に見られ、それは花粉アレルギーと非常によく似た果物、野菜、ナッツ類に含まれるアレルゲンによって引き起こされる。このようなの症状は不快かつ不愉快であるため、ほとんどの人はその症状、食物を食べるのをやめてしまうと。で、原因はリンゴ、桃、アンズ、チェリー、プラム、あ、果物系ですね、果物、ヘーゼルナッツ、人参、セロリ、パセリ、結構多いな、コリアンダー、大豆、あー、ピーナッツね、ピーナッツのやつ、わからない。で、メロン、ズッキーニ、でも、あ、果物アレルギーみたいなことですかね。で、ナッツ類は花粉に関連していないアレルギー症状を引き起こし、非常に深刻なものになる。あ、ナッツアレルギー重いって聞きますよ、うん、ピーナッツバッターを食べた彼氏とキスをして心不全を起こした彼女の話ありましたね。すんな、次行きましょう。次、お題で高速お絵描きでございます。これ一回も勝ったことないんだよね。はい、あ、ゲストから出ましたよ、あの八個。俺なんだっけ、ちょっと待ってね、あの杉谷の書いた八個を描けるか。いや、そんな古うふわふわしてない。なんか出てませんでした。こんなんでしたよね。これ
番やばいバージョンみたいな、なんか自信なさそうなこれ。はい、じゃあ本題いきましょう、はい、お題いただいて、はい、まあ誕生日だったので私が、私にじゃあ花束の絵を描いてください、はい、スタート。花束は一番むずいぞ。杉山さんが悪くないの知らなかったです。いやもうちょいマシだと思ってたわ自分でも。私もだいぶ描けないんですけどね絵は。いやもう絵しりとりとかやったら面白そう、成立しなくて、うん、逆に葵さんはだいぶうまいですよね、いつもなんか。ありがとうございます。建築関係あるんですか、ね、建築デッサンの授業があります。あ、気になる。はい、では普通に書いちゃった。普通にうまい。さあ、一斉のでせーの、ドン。ひどい。ひどい。絶対雑草ちぎって入れたでしょみたいな花束じゃないですかこれ。雑草ちぎって。だってなんかさ、なんでこう点々があってこんなに U があるの。何これ。天使ですか。U。違う、髪の毛か。うん。髪の毛なんだ。髪の毛、時間がなかったわ髪の毛。俺花束ではないですよ。うまいです、ガチっていう。うまいです普通に。しかも誕生日おめでとうって書く余裕まである必死感はこっちの方が勝ってるけどそう次うわゲストの靴でございますね、はい、ゲストの靴を。なんかこのコーナーってどうして生まれたんですか。え、いやあのですね、靴相方の千代田ってやつがいて、はいはいはい、あの若干エロティックなやつが欲しいってことで、はい、あのこの靴。なるほど。僕はちょっとじゃあ足出してればよかったですね、すみません。いえいえ、大丈夫ですが、あの女の子がよく履くダイアナっていうブランドの靴なんですけど。可愛いですね側面。そうなんですよ、側面が刺繍でお花でガラガラしてて。刺繍なんですか。あ、本当だ、刺繍だ。そう、それが気に入って買ってもらいました親に。へー、最近買いましたね。結構ニューですねこれ。結構ニューですね。うん、1ヶ月前とかに買いました。うお、夏なんでと思って。いつも靴ずれできるんですけど私これなんかできなくて。お、よかったです。よかったですね、それは革命だね。週に何回ぐらい履きますか。いやでもそんなに、なんかこれが派手なんで洋服派手な時着れない、うん、履けないんで、意外と履けないんですけど、あと酔っ払ってる時履けないんで落ちるんで確実にこれ、まあ、落ちますねこれね。時をとても選びますが、でもだからこそ長持ちする、ね、そうですね。ちょっと汚くなったら履きたくないし、うん、内側もあるんですか。全部です。おお、真正面から見ると結構シンプルじゃないですか、うん、っていう、結構気に入っております。いいですね。はい、ありがとうございます。はいはいはい、というわけで面白かった。なんかね、楽しみ方が分かってきた気がするんだよねここのもうできなさを楽しむってことよね。そうですね、うん、俺絶対にあの、うん、お題で高速お絵描きについては絶対できないから。そうです、でもそれは面白いネタになってますよちゃんと、うん、ネタになってます、うん、こんなにできんのねこんなにこんなイメージはあるんよだからその、いや花束っていうものあるじゃない、うん、いや、うんうん、うん、分かる分かる。花束、いけるいけるって思って、うん、わーってだんだんあの規制を発し始めるんだけど途中で焦りがね、嘘ってもうその時点でそうなるともうここからどうしようもないよって1分ですからね。そうなってるんですよね。で時々本当に大喜利も本当に無理な時があるんですよ、うん、いや今日とかあのなんかとりあえず、ね、猫っぽいんですよ、うん、なんか、うん、南妙法蓮華経がずっと出てきてそれでいいじゃん、にゃんにょ、それでよかったのに、面白かったのに結構、うん、うん、そうだね、それにすればよかったね、それよかったね、なんでやめたの、まあ、はい、
じゃあもう勝ってるからお前最初に出してダメだ、初出しで圧倒的勝利を見せた、あれは面白かった久しぶりに解消したねこれさ、解消するのかなり難しいわけ、難しい別に上手いとかかなりもうさ、うん、うまくやり続けるなんて無理だから、時々当たるとき気持ちいいっていうやつだけども、はい、ここまでの当たりはいやー面白かったですねいやこれ全然もう一回でもらえる何回でもいけるやつよこれ。じゃあちょっとさ、終わったときにもう一回出したらなんでやねん、今日最後に伝わらないでいやちゃんとあのお題も言っていやもう取っといた方がいいと思います私は、取っておきましょう、はい、はい、メールが来ます、はい、ありがとうございます、うん、王将ファン、あ、お久しぶりです、王将さん、あ、王将ファンさん、うん、ビールがうまい、お疲れ様です、はい、お久しぶりのメールです、ありがとうございます。今日はサッカー J2 リーグの試合でボランティアをしてきました、あら、そうなる、 J2 はOF マリノスがいる J1 の下のカテゴリーですと、あのね、私わざわざ呼んでいたらっていうか、あのチケットを、はい、出していただいて、はい、行かせていただいて、この F マリノス、うん、ね、いかがでした、いや楽しかったですよ、みんなもうわんさかわんさかしてイベントですよね、イベントイベント、ワールドカップ期間中は J1 は休みなんですね、あ、そうなんだ、でも J2 はやってました、なるほど、試合は夜だけどボランティアの活動は2時過ぎから始まり、しかも今日はスタジアムの外で炎天下でのお客様のご案内が、直接の日差しと下からのコンクリートの照り返しでいい具合に焼き上がりました、うん、めっちゃきつかったけど災害に遭われた方やそこでのボランティアに比べたら楽かな、うん、おまけにチームは勝ったしというわけでビールがうまい、なるほど、この後は1分トライアル、ジージにはついていけないので録画しておいた西郷さんを見て続きと始めのところはあやったです、あそうなっちゃうんだこれ、なるほど、ついていけなくなっちゃうんだ、そうなんだ、ついていけないですね、確かに、いやまあ俺だってついていけてないんだけどね、誰もついていけてないですそうね、うん、でも面白いですよ、面白いですよ、うん、はい、だんだん分かってきます、うん、ありがとうございました、おめでとう、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、ガツガツください、はい、いやでもそうですね、いや今日は暑かったですね、でもいやそうね、うん、本当にびっくりよ、なんか本当に震災のボランティアされてる方が熱中症で倒れちゃうみたいなニュースで見ました、いやそうなんですよ、あっちも温度すごい高くて、うん、むしろあっちの方が高いですよね、らしいですらしいです、しんどいらしいですよ、冷房もないし、あ、冷房はあるのか、いやてかその電気が安定したのかようやくぐらいなんで、うん、ただ外も作業多いでしょうし、うん、そうですね、大変ですね、本当に夏だね、俺ようやくね、うん、あ、夏だって、あのようやくサレンダーした、うん、サレンダーした、うん、俺はね7月1日にサレンダーした、あ、本当、うん、いや俺はその寝てた時間があったせいでなんかうまいことずれてしまって、あ、なるほど、でしかもその病院内ってもう全くのこう、うん、一定ですね、そう、季節感なんてものはないから、うん、本当雪降った時とか雪をちゃんと俺を冷たさを感じさせてくれってめっちゃ思ったけど、そう、なかなか出れないから、なるほど、っていうのがあったせいでずっとまだずれた状態だったんだけど、うん、いやこれは夏これは夏よ、いやよかった、ね、よかった、それはよかった、うん、はいはい、行きましょう、あ、次のコーナー行きますか、次のコーナー行きましょう、次のコーナーはわらしべでございますか、はい、わらしべでございます、はい、はい、ゲストからのいただき物を次のゲストにプレゼントするというコーナーになっております、はい、あの最近なぜか増えるっていう、うん、そうね、しかもこの3つについては、うん、あのそれぞれ全然出した人違うっていう、いやもう違いますよこれ、そう、はい、なんか2つ出した人とかもいて、これセットぐらいでこれと交換しましょうみたいな人もいたんだけど、うん、まずこれがあの最古さんね、はい、いやもうこれ LED ランプで不眠でならなくて、私はこの子が毎回残って、この子受け取ります、私、ありがとうございます、ありがとうございます、LED電池入ってるんですかね、これ、電池入ってます、電池入ってます、あ、よかった、あ、光る、ね、光ります、あのワークショップデザイナーの人が、うん、あの全く売れて、なるほどね、私より活用できる人いそうだけど、もうかわいそうなのでいただきます、はい、すごい、うん、単二ですね、 OK です、はい、であのこれと、6社のシアバター、はい、あのもう女子に渡しておけばとりあえず問題がないやつ、いい匂いのやつ、はい、鹿児島からあの上京してきたお姉さんが、うん、くれましたね、このでこのコアラなんですけど、先週
来て、はい、先週、いましたよ。そう、先週来た男の子が、あのその時付き合っていた彼女さんにプレゼントしようと思って、はい、買ってオーストラリアから帰ってきたら振られたと、うん、はい、いうものでございます。これ怨念こもってそうですよね。いや、なんか、はい、受け取るのかな、誰かとか言うとね、うん、受け取れないからね。ゲス言わなきゃいいんだ。そう、そうですね。だって可愛いもんね、別に、うんうんうん、それ自体。そのバックグラウンドがやばいけど。歴史修正主義でいきましょう。次から話します。まあ、私は受け取りませんが、まあ、見てるわけだね、うんうん、もうこれ受け取らないと思いました。見て。わかりました。では、はい、これと交換していただくのは。はい、なんかでかくない？でかいよこれ。来たよ。五品ぐらい。いや残念ながら一品なんですが、楽しいひとときに待ったなし、本格将棋。あら。本格じゃない将棋があるのか。ちゃんと待ったなしって かけたんです。ま、待った。ああ本当だ。ダメなんでね。わかる。わかる。全然わかる。ね、駒台になる引き出し収納付き。そう、ちゃんと入ってます全部で、私一回並べてみて終わっただけなんで全然新品同様です。家で使おうかなって思って買って。いや、そうなんですよ、好きで、私将棋がいつからだっけな、もう好きなもの 2,3 年前ぐらいから好きで、好きなもの6個目ぐらいです、ね、そうですね、でもなんかルール知らないんですよ今だに。ちょっと待って待って待って、あのさ、好きっていうのは、うん、あのその段階では言えないんだよね。一体何が好きなのかしら。もともと私ネイバーまとめで、うん、なんか棋士がやばいみたいなネイバーまとめを見て、うん、3年前ぐらいになんかネクタイがやたら、ね、長いとか、ああ、めちゃくちゃ食べるとか、あの、ああ、間のお休み時間に、ああ、いやなんかカツラだとか、なんかすごい面白かったんですよ、それで、はい、いや、うん、意外とこの世界面白いじゃんと思って、うん、ちょっとつけてみようと思ったら、うん、あの音にはまってしまいまして、私は、うん、あの静かなパチンと音と、うん、あのすごいこうお経を読むような声で読む、あの解説の人だった、解説の人たちですね、そうそうそう、あれに10秒そうもうあれハマっちゃいまして、あ、これだわと思って、うん、一応やった方がいいだろうなと思って、うん、そりゃそうや、うん、解説書と、うん、買ったんですけど、はい、このやつも一人やろうと思って、まあ、一人やるのは難しいし、そうですね、あとルール分かっちゃったらその声を楽しめなくなるなと思って、これなんかバックグラウンドミュージックとして楽しんでたんですね、私は。10秒そうそうそう、え、何、あの仕事しながら、そうそうそう、仕事 の, あの作業音みたいな、バックグラウンド BGM っていう、作業 BGM みたいなやつで、あの確かにそうすると意味が分かる音よりかは意味の分かんない音の方がいい。そうそうそう、意味が分かんないから価値があるなと思ってやめましたので。絶対いらんやん、これ。うん、そう、絶対いらないと思って、うん、絶対いらないですね。差し上げます。ありがとうございます。あの私どっちかというと順当に好きなタイプで、はい、申し訳ないですね、そういう人に。まあまあまあ、でもやってた時期があったぐらいの話だけど、うんうん、やったことある？まあ、ありますよ、うん、ゲームの目的、交互に自分の駒を動かして相手の駒を奪い合い、うん、相手の王将を先に取った人の勝ちです。まあね、はあ、はい。ありがとうね、わざわざ。いい、分からない人もいるかなって。あ、そう、ね、今将棋流行ってるじゃないですか。なんか流行ってますね。だから絶対もらえてはいると思います、うん、ジャンプも漫画始まったんですよ、将棋漫画。そう、 なんてやつですか、忘れました。はいはいはい、うん、いや結構なんかでかいし、うん、ちゃんとできると思いますよ、うん、プラスチックだけど、うん、まあ、今日走ってきて急いでたんでちょっと遅れそうって、遅れたんですけど、走ってもうるさい、ジャ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 って、すっごいうるさい。持ち運びはちょっとちょっとね、音がうるさいので、お家で楽しんでいただければ、うんうん、ジンやったらいいよね、はい、ありがとうございました。はい、本格将棋いただきました。はい、はい、どれを、あ、ライトを受け取ります。ライト、ありがとうございます。オンリーライトでいいんですか。うん、じゃあシュアバターもらおうかな。シュアバターいただけますか。うん、それはいらないです。これいらないです、はい、うん、いいですよ、うん、確保してしまってる、うん、はい、ではこの2つがございます。はい、はい、来週はどんな人が来るんでしょうね、何をいただけるんでしょうか、気になりますが。はい、はい、次に参りましょう。次に参りましょう。はい、ちょうどいい時間にもなってまいりました。お、でもまだアンケートが終了していないのではないですか。まあでもやれる部分やっていきましょうよ。これ合ってるかな、うん、一番かな、早いかな。残り9分って書いてありますよ。うん、とりあえず今の段階でかなりあの、ね、差が出てるし、
一旦それを始めてしまいましょう。10票今入っております。ありがとうございま す,、はい、ます。そのうち一番取ってるのが、うん、1、うん、海外行くと何が変わるの、うん、5票、うん、はい。ちなみに甘エビと節足動物の違いは1票。いやまあね、解決したいけど、まあしょうがない、需要がないんですね。みんな困ってないのかな。困ってないんじゃないですか。海外の方がやっぱ気になるんじゃないですか。甘エビの将来。普通にうめえんだから変なこと言わないでくれと、うん、言われるとまだ食えなくなるかもしれない。確かにここで解決しなかったら、うん、あのね、大変、被害を拡大 させますね。はい、はい、というわけで、海外行くと何が変わるの、はい、なんかありました。あでもなんか帰国したら何も変わってないねって全員から言われました、うん、私変わってないみたいです、見た目は。あ見た目はまあ見た目は変わんない。見た目がごつ、見た目変わったらそれ変わりますよ。結構変わる、アメリカナイズされたり、まあ、でもさ、もともとさ、お化粧濃くなったりね、うん、なるほど。アメリカナイズってことじゃないけど、うん、まあ、なんかそっち方向の服とか割とそんな感じだった気がしていて、へそはだまでは出ないがみたいな、ね、うんうん、背中は若干みたいな、ね、うんうん、確かにそうかもしれないですね、うん、まあ、変わってないと言われましたが、はいはい、中身はどうなんですかね。いやでもなんかさっきも言ったんですけど、うん、飛行機じゃないなみたいなのは大きな収穫だったかなっていうのはあって、うん、なるほど。あとビッグ、あ、すいません、なんですか、うん、大丈夫ですか。なんかあとなんか忘れちゃうだろうなと思って、1年後だから何をもともと考えてたかって、うん、か一応ノートに 何をやること やりたいかみたいなのを書いてたんですけど、なんか一番上に私英語が怖くなくなるって書いてあったんですよ、うん、なんか1年前怖かったみたいで英語が、うん、なんか多分私 ICU って国際キリスト教大学にいるんですけど、うん、できるイメージあるじゃないですか、ね、英語が帰国子女が行く大学みたいな、うん、私も高校の時はその高校の中では1番2番とかそれぐらい英語ができたんですけど、うん、まあ、胃の中の蛙だったみたいで入ってみたら全英語ができると、うん、であらどうしようみたいな。で私はあの典型的な日本人の英語ができるタイプだったんで喋れはしなくて、多分周りは全員ペラペラ喋りつつスコアも高いみたいなばっかりで、あ、英語得意ってもう言えなくなっちゃったなと思って。うわー、なるほど。だけど周りは私英語できると思ってるし、うん、しかも ICU も行っちゃったから、うん、だいぶできると思われてるぞ、うん、で喋るとか言われたらどうしようみたいな、うん、汗汗みたいな感じの、うん、まあ、2,3 年過ごしていて、うん、まあ、1年行くならそれはもうそのギャップ、うん、外から見られてる自分とのギャップはなくしたいなと思ってたみたいで、うん、まあ、なくなったかなと思います、うん、全然怖くないですね。それは良かったよね、うん、それは一番の収穫だね、うん。いや俺もあの海外留学をいくつかしましたけど、うん、あのまあ、語学留学的なところが、うん、カナダに2ヶ月、北京に1ヶ月行った時は、まあ、英語が中心でやってたんで、うんうんうん、でもその間に、まあ、英語できると、まあ、とりあえずもうそういうことにしようって言えるようになろうと思って頑張ってて、でまあまあこれでもういいっしょって、うん、まあ、どっちかっていうとさ、もう決めるというかさ、うん、私は英語ができる、ね、以上みたいな、うん、なるほど、あの本当にどうかっていうことよりはできると思ってるかどうか、うん、思おうとしてるかどうかの方が、まあそうだね、そうっていう意味では、まあ、俺もその3ヶ月でまあ良かったんじゃねって思って、でただその後全然使わなくて、俺も今後海外に行くことないなと、うん、あんまりって思いつつあり、もう使わないなって思ってたところで怪我もしてしまったので、うん、マジで多分もうかなり死んでおる感じなんですけど、どうなんですかね今の英語能力って。試したことありますか、うん、うんとね、リスニングはちょっと試して、うん、まあ聞くのはある程度ある、うん、であの単語がなくなっているというよりは、うん、流暢さがなくなっていてパッパ出るみたいな、うん、それは日本語ですらその前よりもすぐ出ねえなみたいなあるがゆえに、それは英語はそうよねみたいな、そうだねのが起きてるから、うん、そういう意味ではちょっと残念みたいなところはあるんだけど、まあでもどっちにしろその後使っていったかどうかで言うと使わんやろなみたいな感じがして。いやそうだよね、海外行くとっていうかよく言われるけどさ、無理やり英語を使う環境に行かないと英語はできるようにはならないよっていうさ、うん、当たり前の話を聞くじゃん、うんうん、それだよね。でもね、うん、そうよ、うん、それは本当にそうよね。そう、
どうしようもない状態になるから、ね、俺まだ英語怖い段階の人間だから、うんね、適当に喋るもんね。あ、適当に喋れるならまあ、うん、いやいやいや、いや文章になってないからね。あまあ他の話をしましょうか。そうですね、それが一番、うん、他の話って他の話ですか。いや海外行って、まあ、変わるとすればどうかというと、うん、まあ、俺思うのはなんか世界広いんだなみたいな話は当然あって、あーで、まあ、なんか結構あの海外旅行はぐるぐる、まあ、ヨーロッパは割と多かったんだけど、うんうん、アメリカの方も行ったしアジアの方もいろいろ行っていて。アジアはどこ。アジアは、中国、韓国、台湾でベトナム、カンボジア、結構行ってんな。それぐらいか。いやだいぶ、いやいやいやだいぶ行ってるよ、うん、私も香港だけは行ってる。すごいね、中国と香港と台湾がそれぞれ別だもんね。そうそりゃそうだ、うん、そうか、うん、そりゃそうか、うん、うん、あ、まあまあまあそういうのを何が変わる、うん、そう何が変わるんですか。うんとね、世界広い一番最初の時にあの、まあ、割とこう、意識高い系みたいなのだったわけよ、はいはいはい、私も。で、その時はあなんか友達になれるなみたいな話はまずあるし、うん、あの話は分かる人だというか、うん、なんか同じ人だという認識はまず強く持ってて、うんうんうん、でその次に行った時ぐらいに、うん、あの中国についてちゃんと学ぶみたいなタイミングで、はいはいはい、いやとはいえ、うん、そのみんな仲良くなれるみたいな、うん、その平和主義でいけるかというと、いや国によってそのなんだろう、そいつ の考え方が悪いみたいな話っていうよりは、うん、あの中国っていうでかい国を食わせるためには、うん、ああいう行動にはなりうるよねみたいな、うんうん、っていうのが出てきて、そうするとなんかリアリズム的な、うん、いやそうは言ってもちゃんと備えないとダメよねみたいなのも出てきたりして、なんか割と行くたびになんかちょっと考え方はもうちょいずれてくるみたいなのはあった気がしていて、私結構もっとシンプルに人対人では世界狭いなっていう、うん、なんかそれこそ話せばわかるじゃんこいつらみたいな、うんうん、方が大きかったですね、うんうん、そのなんかその大きな国際関係についてディスカッションをしなかったし、うん、まあ、心理学っていう学部の特性上人間についてなんで対象が、うん、まあ、なんか1対1ではいけるなみたいな、うん、なんか変わんない同じ人間なんだなみたいな、そっちの方が強かったですね、うん、確か、うん、あ、まあでもそうだろうね、うん、見た目大きいおじさんも怖くないじゃんみたいな、うんうん、杉山制圧マップ、杉山アジア、うん、ホロローマップです、うん、グアムも行ったことある。あ、グアム行ったことあるな、うん、グアムどこら辺にあるのか分かんないな、フィリピンに対してどこら辺にあるの、まあまあ、ちょっと これぐらいかもしれないけど、あ、この辺ね、こんなとこに、あ、アメリカですよね、アメリカ、アメリカ、こんなとこまでアメリカなんだ、え、うん、ちょ、ああ、そうそうね、そうだよ、そうだ、そうだよ、なんか危険な発想じゃない、うん、よかったよかった、一旦身構えてしまったけどちょっと、うん、大丈夫だよ、はい、うん、まあそんなとこか、まあ、広いよね、広いね本当に。どういう、え、都市、都市しか行かなくない。あ、そうね、うーん、あ、まあでもなんかツェルマットっていうマッターホルンって聞いたことある。あの、なんかアトラクションの名前で聞いたことがありますね。山のふもとの町に行って、誰、スイス、スイス、スイス、うん、そこはまあ都市っていうよりはまあ観光の場みたいな、うん、自然の、なるほど、うん、ってところもあったけど、基本的には都市、そうね、うん、私も都市ですね基本的に。1年前アテネ行きまして、あらあら、あ、そうや、やってるから、ギリシャで公演をしに行って、あ、公演をしに行ったんですか。そうです、アテネ、デルフィー、あれ、アテネ、オリンピア、デルフィーに行ってきたんですけど、アテネすごいよ、あのね、まずね、まずさ、ヨーロッパのさ、うん、ヨーロッパのドイツとかを除いたところってさ、失業率やばいじゃん。あ、若者の失業率がやばいんですよ。
スペインとか、うん、でギリシャもそうなんだけど、うん、まずギリシャまず経済破綻してるんだけど、うん、なんかそのせいでまずね街が若干廃墟っぽいの、空きテナントが多いっていうか、うん、放置されたビルとか、はいはい、放置された家とかがあるんですけど、うん、でなんかすごい廃墟っぽいの、うん、でまずアテネの一番上のところに見えるのがアクロポリスがあるんだけど、うん、アクロポリスってまず平たく言うと廃墟じゃん、あのギリシャの神殿神殿の跡地だよ、あれ廃墟バーですか、跡地だよ、だっていやでもあれは本当にちゃんとしたというかちゃんと保存されてますよ、保存されている、保存されてますけど、でもなんかこう欠けてて、まあ、確かに岩欠けてて、でそういうなんかあの骨っぽい感じのやつがあって、でそれに対してこのなんか近景に何があるかっていうと、うん、あのすごいまた廃墟みたいなのがあって、あでなんかあの Enjoy the ruins とか書いてあるんですよ、うん、廃墟楽しめよやばいですねなんかすげえかっけえなって思って逆にかっこいいよ、ね、逆にかっけえなって思って、うん、あそう、あっちがルインズとか言ってるから、うん、あ、ね、あルインズなんだみたいな、うん、公式ルインズ呼ばわりみたいな、そういやでもルインズもうちょっと広い意味かもな、うん、いや広い意味だよ、広い意味だけど、うん、でも遺跡みたいなことなんじゃない、うん、でも、うん、ビルの廃墟のところにも書いてあって、まあ ね、そこに書いてあるからなんか俺たちもだけどなみたいななんか謎のアクロポリスと廃墟ビルの謎の、うんうんうん、仲間意識みたいなものを感じて片思いだけどね、それは片思いだし、お前ら2000年ぐらい違うんだよ、うん、2000年経ったらね仲間いや追いつけないか、その差は追いつけないです、うん、2000年前と4000年前そうですね、うん、そうなんですよ、いやそれはでもすごかった、うん、やっぱ何らかの衝撃を持って帰りうるよね、持って帰りうる、やっぱね、うん、違うからね、うん、日本その点日本だとさ、なんだろう、誰がどう作ったかって大体わかるじゃん、ほう、 あなたの目線からすると、いやてか、ね、地方とか行っても日本っぽいじゃん、うん、いやてか様式が分かってると言った方がいいのかな、ほうほう、ご飯を食べに行くときにどこに行くか、うん、何々がないときにどこに行くか、最終的に何でホテルに帰ってくるかみたいなところってもうさ、うん、何も調べなくてもわかるじゃん、うん、そこと全部調べないといけないところの違いな気がする、ルールが違うというか、ルールが違う、そう、うん、あと日本はそこまで結局治安いいからね、それは思いますね、どうですか、特になかったですけど、うん、私はただなんか隣で強盗入ったんで気をつけてねみたいな、結構2ブロック先の銀行を銃持った人に襲われたから気をつけてねみたいな、銀行ってまだ銃に襲われるんだ、ね、思いましたそれ、日本無じゃない、うん、そのやり口はもうちょっとやめとこうみたいなのはあるよ、ね、逃げ切ってましたね、でも逃げ切ってた、うん、走り去ったみたいで、へえ、でもあとはすごい思ったのなかったですけど、私は、うん、キャンパス内の至る所にこうボタンを押せば警察来るみたいなボタンがあって、うん、夜とか危ないんで聞きますね、そうそう、それは違うなと思いました、あ、それ最初見た時怖くて結構、うん、押すのかな、結構頻繁にだったんですけど、うん、結局なかったんですけど、まあまあ、あと去年なんですけど、私の行った大学銃の乱射事件があったみたいで、大学内でアメリカあるちょっと良かったな、かぶんなくてとは思って、うん、誰も亡くならなかったみたいなんですけど、うん、乱射はされたようなので、うん、ちょっと怖かったですね、なかったですけど何も、うん、幸い銃の乱射か、えぐいな、海外にまたたくさん行きたいなって思いますか、うん、なんか別に国にとらわれはなくって、うん、なんかさっきも言ったようにカルチャーショックも感じたことなくって、うん、何回か海外は行ってるんですけど、うん、勉強しやすければってことだよね、うん、なんか環境、例えば機械が日本だとないとか、うん、FMRI 持ってるとこが少ないとか、うん、教授が少ないとか、うん、はいはいはい、そういう理由だけで大学を選んでいるので、うん、別に日本嫌い海外いいみたいなのはなくって、むしろ日本の方が好きで、実は国自体は、うん、なんですよね、うん、日本の大学行くよりも、うん、留学した方が安い説あるよね、あ、どういうものですかね、いや奨学金もらえればですかね、そうそうそう、確かに ほぼお金かかんないですね、院とかだったら割ともらえるじゃん、しかも留学だったら、うん、授業料全部と生活費もだいぶもらえるんで、そう、で家賃もそこまでそうじゃないから、うん、とか言ってると、うん、意外と
東京で東京で東京の大学自費で行くよりも、うん、ドイツかなんかの大学院とか行った方が、うん、そうかもしれないですね。それは耳寄りな情報ですでも本当にそうだと思います。お金は、うん、なんか友達がなんか言ってましたけど、うん、トリップとトラベルがあるじゃないですか、うん、違うツアーだ間違ったツアーと、うん、トラベル、うん、僕はあのアルファベット変って言われるんです。かわいいフォントがおかしいんです、うん、若干ね。ツアーとトラベルがあると思うんですけど、うん、あとバカンス、バカンスってスペルが分かんないんだよ。 BACN、うん、N ベーキャンツーできちゃった、うん、バケーションバケーション、バケーション、うん、これ3つ違うよねって話を友達が言ってて、うん、まあ、まずトラベルはトラベラーだから、うん、なんていうの、行って帰ってじゃなくて、うん、永久にトラベラーじゃないですか、うん、なんか、いや、なんか周遊してる感じというかね。あ、そう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 、余熱原始みたいな。熱いや、なんでもないです。はい、あの家があって、うん、行って帰ってじゃないは、うん、それツアーで、うん、そうじゃなくてずっとこう旅をバックパッカーみたいな生き様がトラベルで、うん、で、まあ、それとは別にバケーションがあるじゃないですか、うんうん、南国感漂う。そうですね、あの、うん、フランス人が大好きバケーションみたいな、バカンスみたいなやつで、日本で例えば海外旅行とか行った時に、うん、ツアーになりがちでいいじゃないですか。行ってどこどこ行ってどこどこ行ってどこどこ行って何食って何食って何写真撮って滝見て帰るみたいな、うん、なんで滝だけだったのか分かんないけど、なんかあのあれになるじゃないですか。でそうじゃな い旅っていいじゃない旅、そういった意味のただの旅行ってしたことあります？留学というよりか、そのチェックポイントを回るんじゃなくてっていうことかな、うん、そうそうそう。いや、あのね、どうしてもせっかく行ったなら、うん、でもここは見とかないとね、うん、みたいなのは世界遺産的なとこですか。そうそうそう、何個かあるから、まあ、それを効率よく。で俺どっちかっていうと、だったらもう隣も行っちゃうかとか、なんか、まあ、ここも有名だしなみたいなところまで目移りする人だ。そうそうそう、行っちゃうんよね、せっかく行ったしみたいな。僕、うん、京都1回しか行ったことないんですけど、はいはい、京都行った時、京都結局5日ぐらいいたんですけど、うん、寺1個しか回らなかった。何してたんですか、うん、ってなるよね、うん、なんかチャリ、そのゲストハウスで泊まったんだけど、うん、そこで200円でチャリ借りて、あのひたすら京都の街をチャリでうろうろして、うん、バス邪魔やなって思いながら爆走し、うん、あのなんとなく東京駅、あ、京都駅と、うん、京都大学と祇園の関係性を知ったり、うん、意外と歩けねえんだな、うん、意外とめちゃくちゃ距離あるなとか、うん、あの御所の中突っ切った方が近いなとか、うん、現地の人と貸してる感じ、うん、すごい、あの地理を把握する。なんか居酒屋、うん、立ち飲み居酒屋みたいなとこ行って、うん、うめえっつって、で何の別にあれなんだよ、なんかそのなんて言ったっけな、なんか京都で有名らしいんだけど、うん、その観光客が行くというよりかは、うん、そのセンベロ系っていうか、うん、安くて、うん、早く回転率良くてみたいな、あのちょっとサラリーマンが帰りによって帰るタイプのお店に行って帰るみたいなことしてた。でもそれもそれ楽しそうだな、うん、楽しい、楽しかった、うん、私結構そのツアーを、いわゆるツアーをやって思うのが何も残んなかったなっていう感想を抱きがちなんで、うん、逆にそういう方がいろいろ残りそうですね、うん、思い出には、うん、まあ、友達ができるとかするとね、うん、楽しいのかなって、うん、そうですね、ああね、なんかゲストハウスで友達できるとか言うよね、うん、まあ、あともうなんか知り合いの知り合いとかにもう泊めてもらうみたいな、ああはいはいはい、でもともと知り合いの人が、うん、なんかあそこ泊めてくれるよみたいな、うん、でそのなんか友達付き合いみたいな感じで入れてもらってみたいなのは楽しかったよね、うん、その人たちのやっぱ生活様式というか、うん、キャラクターみたいなのが見えてくるし、
っていう意味では確かにギリシャはホームステイホームステイだったんだけど、その家庭の人の料理スキルが異常に高くて、うん、めちゃくちゃ料理がうまかった。それ当たりですね。そう、うん、異常に高くて、うん、いやまずその普通になんかそのギリシャ料理って味外れあるって言うんだけど、あそこなんだっけ、食べるなっていう居酒屋、うんうんうん、ああ食べるなっていうが食べるなって言うんだけど、うん、大衆料理屋的な、そう大衆料理屋みたいな、フランスもなんかそんな感じの言葉だよね、うん、確か、そうね、その食べるなっていうところで食べたのもめちゃくちゃ美味しかったし、うん、っていうね。いやでもねやっぱね食気になっちゃう、うん、現地の人が食べてる食ですか、うん、3、4行く、うん、行きましょう。2票と2票があって、うん、甘エビは依然1票だったんですけど、うん、もういいですよ今までの将来の夢の変遷を語ろう。あ、そっちから行く。それちょっとこれにしよう、やりたい、うん、これやっておしまいぐらいがいいですね、わかんないけど、うん、今までの将来の夢の変遷ちょっとさ、これ書かない、あ書く、書きましょうか、うん、書いて、いや自分で提案してきたからあんまり覚えてない。ハッピーバースデー、なんか消しちゃうのもったいない、うん親の仇、いや仇でもあるよ、親の仇のように今のは何なの、これは三四郎小宮、あ 親の仇のように打つな、うん、はい以上です、はい、はい、大丈夫です大丈夫です、漫才師のネタです、うん、夢、うん、今の夢か、私も漫才も、むしろ今から行こう、2倍速で見ちゃう、ペンいいですか、マジで、うん、マジで漫才マジでマジでそれ怒られますよね、ちょっと待てちょっと待て、それは俺たちの漫才が何にも伝わらない、でもマジで知らない人にやめて、いや、うん、え、マジマジか、ちょっと待ってください、楽しくなっちゃった、うん、幼稚園あたりからですかね、そうね、やっぱいや最初が一番面白い、とりあえず俺最いやちょっと皆さんも思い出してください、自分の思い出してごらん、うん、あんなことこんなことあったでしょう、ここら辺混沌としてる時期だな、いやそういうのあるよね4つぐらいある日ある時間だった、でもこれあれですよね、就職活動みたいですね、あやるんですかそんなこと、え、でも自己 PR、 ああと何書こうとしたんだっけ、変わってんな結構、はい、じゃあちょっと俺からいきますね、うん、まずですね、博士っていうのがありまして、あ、俺もあったそれ、マジっすか、卒業アルバムみたいな卒園式のやつね幼稚園生の博士、幼稚園の時にすごいな、なんかね、ウサギの内臓をこうこうやっても持って、ウサギ持ってて、ウサギこうやって、うん、ガシャーって、ま、こう持ってるわけ、うん、見せてるわけ、うん、で内臓開いてるわけ、うん、ってにっこりしている、え、どのシチュエーションでそのウサギを手に入れたんですか、いや知らんよ、あ、違うあっていう絵がなくて、そういう絵、自分でその絵を描いてたんだ、その頃の方が絵うまかったんじゃないかなまあいいや、うん、で、まあ野球選手一回一回行き、うん、で、あ、努力しないと野球ってうまくならないんだって、4年生ぐらいの時に気づいて、うん、で努力してみたもののマジでうまくならなくて、うん、ダメだってなって、
でそこからなんか自分にしかできないことしたいみたいなの結構強くて、うん、なんか小説書くとか、うん、まあ劇作る、うん、なんか、うん、演出家とかかなって、まあ、演劇もしてたしってなって、で東大に入学した頃になんかビッグになるっていう。あーそれあったな、うん、あるでしょやっぱ、ね、そう、それ起きて、でまあ今はなんか編集とかファシリテーションってなって、まあ、こっからその一旦ファシリテーションをちょっとちゃんと頑張ろうプラス、うん、インプロをなんかうまく使えねえかなって今思ってるんだけど、まあまだまだ発展途上っすよ、はい、しばらくその夢でそんな感じかな。行きましょうよ、はい、私は、はい、お最初幼稚園の時、うん、プリキュアに走らずニュースキャスターだったんです。なんでか分かんないけど、多分周りに言われただと思います。ここら辺は秘書とかもその後も なんか向いてるんじゃないかほちゃんみたいな、あそうみたいな、分かった、うん、じゃあそうなんじゃんみたいな感じで、うん、特に意味はなくて、で考古学に憧れる時期あるじゃないですか、うん、掘りたいみたいな。いやーあるかも。え、なんかきっとあるじゃないですか、これぐらいの、うん、あのあやつ、こうやって掘るんだよね。そうそう、出てくるのなんか、ね、あれ面白かった。あれ面白いんだよ。あれドハマりして、あのね、三葉虫の化石とか入ってる。そうそうそう、あれドハマりして掘る人になると思って、ハマったあれ。掘りたいと思ったんですけど、あれ 家がね砂まみれ。そうそう、家が砂まみれになるのだから、マジで。でもあれで若干整理しないといけないということを知る、うん、一回大変なことになるそうってことね、うんうん、まあそれで掘りたくなって、秘書2回目。そうでもなんか調べてたら日本の考古学って、うん、あの骸骨とか出てこないっぽくって土器だって分かって、土器のかけらだと思って分かって、うん、夢がないなと思ってやめまして、うんうん、まあ、それが夢っていうこともあるけど、そうそう、私には感じなんか輝いて見えなかったんですよ、はいはいはい、でもう一回じゃあ秘書かなみたいな、うん、安排みたいな、安排なんだ、失礼ですけどね秘書の方に、うん、なんかタイムマネジメントとか好きなんで、でその後宝塚見て、あこれやと思って、うん、4年ぐらい宝ジェンヌ目指してレッスンしたりしてたんですけど、うん、まあ、高2で夢破れ、うん、勉強したくなったんで勉強して大学行こうと思って大学受験切り替えて大学行って、うん、まあ、なんかそのあたりからディスパッチャーって飛行機 あの航空路とかを決める、うん、各航空会社が持ってる人なんですけど、うん、そういうのに憧れた時あったお前相当あるな俺もね、線引き屋っていうのに憧れた時があって線引き屋、電車の運行ダイヤを引く人あ面白そう。いや、まあ、そんな感じ、飛行機バージョンです、それので。どういう航路で飛ぶと効率がいいかとか、 あとはその飛べん着陸できなくなった地震とか、うん、あの、うんうん、暴風とかで、うん、時にどこの代替空港に飛ばすかとか、うん、その後のお客さんをどこにこう回すかみたいな、うん、全部こうプランニングするような、うん、こう人を動かすような路地みたいなやつですね、うん、相当頭いるね。で面白そうだなと思ってそれやりたくって、うん、なんですけど、うん、なんか考えてるうちに国土交通省の航空局に入りたくなってきて、うん、あこれやりたいなみたいな、政策作りたいなみたいな、もっとこう、うん、飛行航空をその手先になるんじゃなくて根本から変えたいなみたいな、うん、何を変えたか分かんないけどっていう感じでやりたいと思っておりましたら、うん、あの高校卒業前のとあるキャンプで、うん、あのめった打診されまして、うん、いや違うんだなっていうふうに思い悩んだ結果、うん、大学に入って心理学を始めてすごく面白かったんで、うん、まあ、心理学かな、でも飛行機も好きだなと思ってたら航空心理学って分野があったので、うんうん、まあ、それを勉強しにオハイオに行き、航空心理学者と勉強をにいろいろあの学びを、うん、から学びを得まして、結局今心理学者、シンプルに心理学者、認知心理学者かなと思っております、うん、なるほど、はい、この初めて学会行ったんですけど、うん、楽しかった。何々さんは大学4年生でって紹介されました？発表はなくて、なあのただポスター展示とか見て私が勝手に質問するだけだったんですけど、うんうん、だいぶ面白かったですね。学会って面白いんですね、で私しばらくこの世界にいたいなと思いました。なるほど、うん、そんな感じです。俺のやつ投げましょういいですか、うん、石多分物を多分一番最初が多分有名人とかテレビに出る人みたいなことに多分憧れてたと思うんです。でそれで博士
うん、博士です博士、うん、であとさっきも出たそのあの、はい、掘るやつあのねあったんですよ2000何年かぐらいに出てでそれは最初、うん、化石だったんです、うん、でその次宝石になってしまい、うん、宝石になってから急速に僕の興味が薄れ宝石になりましたね。いらねえよって思って。なりましたね、宝石に。そう。であの、諦めた、うん。諦めたっていうか、うん、あの興味を失ったんですね。コンテンツの力ってすごいね。本当すごい。人動かす。で、この頃は、おそらく、うん、ゲーマーとゲームを作る人にもなりたかった。うん、で、ゲーマーになりたいって言ったら、うん、ゲームは作る、あの、遊ぶもんじゃなくて、遊ばせるもんだよって親に言われて、うん、何それ、かっこいい、遊ばせる人になるって思って、うん、あの、ちょっとこう思ったんだけど、うん、何も調べず、うん、その興味飽き、うん、で、最終的にロボットを作る人になりたいっていう話になって、うん、あの、なったんだけど、別に特に何も勉強もせず、うん、まあ、算数好きだったぐらいのやつですね。うん、で、あの、中学に入り、うん、あの、漫画家って、面白そうだなってなり、うん、でも何も絵を描かないで漫画家って本当にやんねえんだな言ってるだけ、うん、いやちょっと描いてたはずです。でも別にデッサンとかあ俺も描いたことある私もありました。いやそれあるよ人間あるよあれを続けられるか続けられないかですよね、うん、であのそ漫画家になって漫画家だなと思って、うん、その後金持ちっていう、うん、金持ちになりたいってなったんです金持ちって大事だなと思って、うん、お金の大事さに気づく。そう。で、でその時なぜか金持ちってなんだろうって思ってブロガーかなって思って終わっちゃう終わっちゃう終わっちゃうで長い長い大学入ってなんかビッグになるって言って、うん、でそれで最終的に商品プロダクトデザイナーになって、うん、でその次の夢が、うん、努力家、うん、努力家。いや俺たちは考え、俺は考えたんですよ、うん、何俺が足りないものは何か、うん、努力だってやっと気づいた。はい皆さんあの夢を忘れずに今週も頑張っていきましょうね。はい、皆さんにもあったはず夢の一つや二つが、はい、今週の文字は何ですか。夢はい以上でございます、はい、では来週はい、ま、来週はい努力家になりたい努力家ねちょっと